お前らみたいなのがいる限り、俺は何度でもプレイする。17年ぶりですね。成功をお祈り申し上げます。はい、ということで始まりました。声大丈夫かな、いつもとマイクちょっと違うんでね。そうか、そうです、ボリュームをねちょっと気をつけながら。どうもどうも。はい、ということで SDK 本人が本気でサイレンのクリアを目指してみた生ゲーム実況ということで、はい、今夜はなんと、はい、なんとなんと宮田真希乃役の水田さんをお迎えして一緒にサイレンやっちゃいよスペシャル。いやはい、ありがとうございます。水田さんです、よろしくお願いします。皆さんどうも、水田の真希でございます。今日はですね、呼んでいただきまして、こちら大丈夫です、アクリル板がここにあります。これね本当あるんですけど見えてます。見えてないでしょすごいですね。アクリル板聞こえるかな、ね、ちゃんとアクリル板、はい、ソーシャルディスタンスでございます。そしてこちらもね、お、あ、除菌の除菌シート、アルコール除菌、アルコール除菌シートでございますので、ありがとうございます。ちょっと SDK の最初に言いたいことがあってね。何、はい、ですか。あの今日呼んでもらって、はい、本当に嬉しい。ありがとうございます。であの今の会場中かな、はい、ありましたけどね、間もなく、配信みたいなこう流れてるでしょ。はいはい、分かってます。あれね、逆やね。分かってますそこかそれだ、あれ逆やろ、後ろから言ってるやん。そこね、うん、いや 僕ねずっとそれね変えたいなと思ってたんですよ、うん、はいはいはい。でいつかそれ言われるかなと思ったんですけど、うん、逆の流れの仕方が分かんなかったなんで調べてもずっとこっちだから、もう、まあ、これでも伝わるかと思って、うん、本当は逆なんですよね。びっくりすんねいつも。え、まだ、え、気づいてへんのと思いながら僕いつも見てるんで逆にこうなんか昔の 何百年前の日本かなみたいな、もう右から読むやつね、うん、右から呼ばなあかんのかな。よく気づきました、ね、え、そういうのをイメージして。おい声ちっちゃなってるやん。令和になったんでこれからまた戻してこう戻す、はい、じゃあちょっとそれを教えます今度ね今日教えます、終わったら。いや確かにそういうね、あの YouTube のこととか全部あの水田さんに教えてもらってるんですけど、もうない。まあそんな水田さんね、はいはい、YouTube チャンネル水田さんもやられてるってこと。 ありがとうございます。そうなんです、はい、私も YouTube チャンネルやってましてですね、うん、あの水田の浮気の水田のくせにというのをやってますんで、ぜひ今日あの1000人を目指してますね、登録者数、はい、あのね、じゃあね、この聞いてくれる、うん、ニコニコで昔あのサイレンの10周年の記念のやつやったね。はい、島田君来られへんかった。僕行けなかったですけど。あの時にツイッターフォローしてください言ったら、その時に3000人ぐらい増えてん。マジですか。せやから今日はもう1万人ぐらい増えるんちゃうかなと思って。すごい。じゃあ僕のもお願いします。よろしくお願いします。僕の YouTube もぜひ。ありがとうございます。あ、なんかスパチャ来てる。あ、すごい。何このスパチャっていうやつ。そうなんですよ。すごいよこの。僕もね。ちょっと見てなかった今。ソラさん。楽しみにしてましたってことで、ありがとうございます。ソラさん、僕にやろうね、多分。ありがとうございます。いや、そりゃそうですよ。これ見えへん。今ちょっとコメントどうしたら。それね、押すと出るんですよ。こう？そうです、そうです。あ、ほんまや、ソラさん、楽しみにしてましたよ。900人超えてます、もう。うわ、すごい。ありがとうございます。あの、すごい。まあ、こんな感じで今日は、いつも僕一人でやってるんですけども、はい、水田さんが来てくれてますんで、あの、プレイしてる人はゲームに集中。うん。そして、プレイしてない側は、こうやってあの、スパチャを、読み上げたり、うん、あとこうヒントになる、なるほど、チャットのコメントを拾ったりとか。いつも思ってんねん、見てたらね、いつも篠田君こうこっちゲームに夢中やから、はい、でコメントでいっぱい教えてくれてんねん。実はブワー流れてて、うん、いやもうしゃがんでゆっくりしゃがんでとか言うてるのに篠田君もうこんなんやからそう必死だから、必死やから全然見てへんやんって、もういいってなんねん。だから最近すごい楽しいのが、うん、この終わってアーカイブになるじゃないですか、うん、はいはいはい、アーカイブになった時もチャット欄見れるんで、うんうん、それでアーカイブ見ながらチャット見るんですよ。教えてくれる、めちゃくちゃ面白いです。みんな教えてんねん。そう。そっちじゃないみたいな。まあ、このね、遊び方もぜひとも皆さんやってほしいんですけど、ね。今日はだから2人いるから、うん、篠田君やってる時は俺がそれ言えばいいもんね。そうです、そうです。またスポチャが、なんか、これ。あ、いただきましたか。桃中なはん。植えたらいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいやん。スパチャってすごい。そうなんですよ。なんかもう頑張ろう。今日頑張ります。頑張りましょう。うん、なので、今日はですね、うん、宮田さんステージ、はい、そして恩田さんステージ、牧野さんステージっていうのが、まあ、一応流れではあるんですよ、うん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 、で普段は、うん、一応このルールでね、うん、1時間プレイは1時間って。柴田さんありがとうございます。ありがとうございます。いや言わなかんねん。全然言ってください。俺そういう今日係やから。僕もやりますそれ。あ、そうか、はい、シビトさん、シビトさんありがとうございます。そう1時間なんですけど、はい、あのちょっと今日はスペシャルでね、うん、しかもこう三田さんが来てくれてますから、うん、夕方6時からやったということはですね、うん、朝までちょっといやいやおかしいじゃん。朝までだからできるところまで、だからそこまで行きましょうよ。あの
牧野さんステージまでは行きましょうよ。 OKOK でそこをまあクリアできるかどうかはちょっと時間次第ですけど、うん、やっぱりそこをねどうせだったら宮田牧野役の光田さんがやってるところを見たいじゃないですか。頑張ります。なのでですね、絶対殺さないですよ。もちろん自分が自分を殺すみたいなもんなの。わかる、ね、僕ね本当だからこのサイレンやってて、うん、よくね死に覚えゲーだって教えていただくんですよ、うん、チャット欄皆さんからも、うんうん、ただね自分がやってるっていう自分が出てたゲームっていうのもあるし、うん、自分をプレイしてると余計そうなんですけど、うん、やっぱ殺したくないですね。そうやね。だからね必死になっちゃうから大事に行くよね。そう、うん、だからもしかしたらね皆さんが思ってるサイレンとちょっと形が変わるかもしれませんが、すいません、そこら辺はよろしくお願いします。頑張ります、はい、アクリル板が今あります。アクリル板がありますんでね。アクリルで大丈夫ですか。アクリル板でバシッとよかったら使ってください。あ、これこうええんかな、この距離は。この距離はええんかな、はい、この距離、はい、ありがとうございます。あの僕ちゃんと見てますんでね、はい、皆さんの今でちょっとこの企画面白いなとか、うん、水田さん志村さん頑張ってっていう方はですね、思ってくれる方はいいね、そして、ツイッターなどで拡散、はい、そしてコメント、チャット欄とかでね、あと下の方のコメント、そしてチャンネル登録まだだよって方はぜひともお願いします。パンマツさんありがとうございます。ありがとうございます。お二人とも頑張ってくださいって。頑張りますね。で、あゆなのまったりゲームさんありがとうございます、うん、ありがとうございます。すごいどんどん入って、なんかみんないっぱい入ってくるんだけど、え、流れ歌さん、りゅうかさんかな、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ジェシカさんありがとうございます。ありがとうございます。宮田先生コスダ素敵です。 SDK と生コラボ応援スパちゃんありがとうございます。頑張りますよ。すごい、わあ何このすごいな、はい、よしどうしたらいい何したら何しよう。いやもう早速飲む行きたいんですけど、うん、その前にね、うん、乾杯しましょうよそう、せっかくですから。しょうがないな。じゃあ皆さんするわ。はい。デキャンタです。デキャンタでいきます。皆さんそれ中身何ですか？これは何、赤い水ですよ。いやいや、確実に赤ワインですね。いやいや、赤い水です。え、それは？これ、アサイジュースです。アサイジュース？ほんまに。一応配信者なんで。あ、そうか。はい、責任持ってね、二人で飲んじゃうともうだらけるんで。じゃあ僕、デキャンタでいきます。乾杯。じゃあ、乾杯。ソーシャルデキャン、あ、乾杯。ソーシャル乾杯。はい。皆さんも、乾杯。お願いします。今日は一日頑張りましょう。お願いします。いきます。よし、よし、ございます。ということでですね、はい、まずはね、まあ、前回見ていただきましたよね、三沢さん、ね、見ましたよ、もちろん。あのまあ一応今こう画面上見えてる周回終了というところまで行ったんですけど、はい、なんとこの後宮田ステージ、はい、そして前回も流れてたんですけど、おそらくこの後にあの要はムービーシーンが流れるんですよ、うん、ストーリーモードのところ。そっから俺もうそれめっちゃ楽しみ、ストーリーシーンが。そこが多分、うん、それを見てほしい、ちょうどいいんじゃないかなっていうところなんで、一緒に見たいんですけども、うん、このね、まずまあ、じゃあこれしてくださいよ、ヘッドホン。僕はもう音聞いた、ヘッドホンは今日はできないんで、イヤホンにしてもらってですね。これですね。はい。ドグさんありがとうございます。ありがとうございます。ドグさん、もっちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ね、こうやって全部、タナさん、タナ111さん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、これが、こうやね。おっしゃ、うわ。では行きますよ、早速。え、行くわ、ちょ待って、ちょ待って。行くの？行きますよ。じゃあ俺これは置いておきます。大丈夫です。今僕見れます。はい。あ、では、この状態ね。え、サイレンの世界へ行きましょう。これ、俺どうしよう。え、もう始まるの？早っ。始まります。え、あと1時間ぐらい喋ろうや。ダメです。そう。これ。これじゃあ、やります。17年ぶりにやります。あ、ちょっと来ますよ。本人と本人でございますね。忙しい。はい。はあ。っていうと、まさかのね。これ27年ぶりですねって。そうですよ。今言う、俺ら言うたら17年ぶりです。気持ち悪い。気持ち悪いですね。あともう一個。ありますよね、気持ち悪いといえば。ちょっと待ってください、皆さん。うん、まだスタート待ちましょう。これは言うとかなんですよ。うん。今日6月6日。なんとね、SDK、はい、この吉村双子、うん、生誕祭おめでとう。これね、これちょっとほんまにちょっとだけ時間ください。これさ、どういうことなんですか。僕もね、うん、それをなんかこういろいろ発表した後に、うん、いろんな方が教えてもらって、うん、ただ調べたら、うん、宮田先生のやつ出てきて、宮田先生は来週の土曜日13日やね。せやねん。ほんで、はい、あれ
でもみんながファンの人たち、あ、皆さんおめでとうって、ありがとうございます。あ、6月6日誕生日ありがとうございます。6月6日が誕生日ってみんなぶわ盛り上がってて、大見さん、大見さんありがとうございます、ありがとうございます。ほんで、うん、あれなんで6月13日にしちゃうのと思っていろいろ調べてみた、はい、私も、はい、ほんならあの吉村っていうね、要は高明克明なんですよ。そうですね、本当は本名はね、本名は、うん、でまああのいろんな家庭の生活のそのいろんなことが起こって環境で離れ離れになり、はい、宮田家と牧野家にいたわけですよ、うん、で誕生日が宮田四郎は6月13日で、はいはいはい、でも吉村双子は6月6日やということが、うん、要はあの判明したってことですか、判明した、ストーリーの、 あの要はねゲームの中では多分出てない話なんですよ、うんうんうん、であのいろんなその関係者にも聞いたんですよね、はいはい、6月6日がその双子の誕生日ということで、うん、で今日たまたまやんって思うやん、うんうん、でもそれだけやったらなんかちょっとやらせ感あるやん、逆にね、逆に、いやそう分かりますよ、いやいやそんなのやさとちゃうんとかさ、だって俺本当にそれ知らなかったんで、うん、驚いたんですよ言われて、ちょっと待って今なんか電話かかってきてんねんけど今電話かかってきてる。あれ江戸さんからだ。江戸ちゃんか。どうす出る？江戸ちゃんちょっと。でも聞こえますこれ。あ、聞こえへんのかな。いや、江戸ちゃんでよか。江戸ちゃんです。出るだけ出てみます。あの、射殺しますの。もしもし？え、どうやって出てんの？もしもし。俺しか聞こえへんの？これ聞こえてます今。聞こえてない。江戸ちゃん？もしもし。なんか言うてる？え？ゲーム音が聞こえません。ゲーム音聞こえてない。あ、ゲーム音が聞こえてない。コメントを見てくれ。あ、さすが、あ、切られた切られた、江戸ちゃんありがとう。ゲーム音が聞こえてない、ゲーム音聞こえてないの、え、ちょっと待って、じゃあその間に話しますけどもちょっと設定な、はい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 、で、あれさっき聞こえてたけどゲーム音が聞こえませんだけ来た巡査から、石田さん役の江戸さんから、石田さんから電話入りました、わざわざありがとうございますゲーム音出てない、ほんまや。あ、コメントがいっぱい来てるわ。本当に今分かんなかったな。あ、ほんまや。ごめんなさい、皆さん。なんていう始まりやん。ゲーム音なんて聞こえてないんだろう。わ、すごい、今ちょっとね、喋りに夢中ですいません。ありがとうございます。コメント、こうやって見なあかんねんな。僕らの音は聞こえてますよね。あの、吉村双子の誕生日やね。6月6日ということで。ちょっと、それ喋ってください。そう僕設定しますね、じゃあ。びっくりしましてですね。で、本当は、実は、先週の、確か先週の土曜日かな、先週の水曜日かな、うん、の予定やったんですよ。僕が呼ばれて、スケジュール空いてますかみたいなってんで、行きますよ、なったんですよ。ほんなら、その、ここの、SDK のところの、ネットワークが、障害が起きたと。はいはい、そうなんです。いうことで、これはちょっとすいません、できないかもしれませんという連絡がすごい、まあ、几帳面でね。SDK から。そう、そう、すいません、なんかあの日は。いや、いつになるかわかりません。いや、もしかしたらこの日かもしれません。ってなって、どんどん遅れていったんですよ。うん。ほんで、遅れてって、やっと月曜日に工事入りました。はいはい。あ、ほんならいけそうかな。でも、やってみないと本当わかりません。一個なんか挟みます。言ってやってくれて、もう大丈夫です。ということで、今日でございます。本当はもう水曜日も行ける予定やったんですけども、やっぱそうなんですよね。ね、でも、土曜日に、まあ、しとこうか、ということで、あの、二人の話し合いのもと、土曜日に決まりましたと。で、6月6日って打ち出したら、ファンの人が、え、ざわざわ、ざわざわってなって。うん。え、6月6日って吉村双子の誕生日じゃんみたいなあって。はいはいはい。生誕祭ってなって。で、僕も調べたら、ハッシュタグで調べたら、みんなそう。あれ？令和最初のなんか、吉村双子生誕祭とか出てるし。うん。気持ち悪いと思って。いや、ちょっとほんで、関係者の人にも確認をして。動いてないの？え？大丈夫？怖っ。さっきの、じゃあ声が出てなかったんや。俺のいや、コメントのやつ。あ、聞こえたんじゃん。あれ？僕らの声は聞こえてるんですけど。まあ、そんなことがあって今日です。6月6日。気持ち悪い。ほんまに。なんで、この日にっていう、スパチャを今、動いたかな、また読ませていただきますね。動いたかも。あ、どうかな。どうコメント、今どうですか、今。ムービーの音聞こえましたか、聞こえましたか、ゲーム音まだ聞こえない。嘘。ちっちゃい、ちっちゃいやね。いや、俺の声もちっちゃいなと思った。僕らの声が大きすぎる、いや関係ないですよね。二人で頑張ってください。やっぱ何かが起きてるな。何か起きてる、ほんまに。ほんまやな。だって俺さっきテストやった時全然大丈夫だったんですよ。気持ち悪い、怖い、もう何も起こらんといて。ドグさん、ありがとうございます。怖い。ドグさん、オセアニアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。双子誕生日おめでとうって。いや、ほんまにそういう今日の6月6日なんですよ、それすごいですよね、そう考えたら。お二人の声は問題ないです、うん、
あ、でもここ今戻ってるな、音。ゲーム音が怒り入り。おい。ほんま怖いわ、なんなん。でも、そんなことってある？いやいや、ないですよ。6月6日、たまたまこれ呼ばれて、後でそれ聞いたら、うん、吉村双子の誕生日ってさ。ちょっとゾクッとしましたね。ゾクッとして言います、うん、私。ね。これ今ゼロになってるから。なんやろ、ゲーム音が来ないやて。これはやばいね。ちょっとやってみましょうよ。僕、そんなやりながら、プレイしてください。僕、設定します。あ、ほんま？はい。音なしでいくじゃん。そして、この皆さんのコメント見ながら、音が来たよとか、そうか。ちょっとそういうのを、うん。見ながら一回やりましょう。大丈夫かね。じゃあやってみようか。うん。すいません、皆さん、こんな感じになっちゃうんですけども。スタートしてみましょうか。はい。じゃあ、これ、ごめん。でも、操作俺覚えてないね。17年ぶりやから。お願いしますよ。三角がなんかこう、拾うときとかやんな。そうです、そうです。四角は？四角何？丸何？まあ、いいか。まず、マップはセレクトです。マップはセレクト。はい、はい。マップ。で、スタートボタンを押すと、うん、この画面が一回戻るんですけど、うん。やってみようか。やってみてください。一回やってみよう。じゃあ、これは。まず、丸です。丸？行くよ、行きます。はい。頑張ります。なんか、ほんで、これやな、操作。これやな。そうです。はい。行きます。怖ぁ。武器になるものを探す。拾う。皆さん、音の問題とかも聞こえて、教えてください、ね。なんか落ちてたもん。ライト手に入れた。あ、ライト、ライト消すのどうするのやったっけ。あ、これ、ライト、ライト消すのは、さっき言った、バツかな。バツ違った。しゃがんだよ。しゃがんだ。四角だ。はい。四角や。ほんで、どこ行くのこれ、どうしたらいいの全然わからへんねんけど。攻略本見てください、ね。オッケー。ここよかった。俺、武器持ってんのかな、ちょっと待って、武器はなんか地図出てきた。そう、これ地図で、スタート位置。スタート位置、はい。から、今、あそこですね。今、どこ？俺、あそこ。あそこ、矢印。そうです。はい。で、廃材。廃材って書いてあるのかな？ちょっと、これ、貼ったんですから、この。あ、そうか。はい、見やすいようにね、このね。ちょっと待って、ほんで、よし、ちょっと待って。ちょっと、待ってるか。あかん、あかん。叫んだ、あかん。ちょっと待って。あー、しゃがんだ、あかん。ちょっと待って。音聞こえてない。まだ音聞こえてない。音聞こえてない。おっしゃ。雨降ってるよ、雨が。こっち動いてんだけどね、映像。雨がすごいねんけど。え？雨がすごいねんけど、傘さした方がいいんじゃん。懐中電灯も大事やけど、傘。え？コンビニとかないんかな、この辺。まずあれですよ。コンビニ。え？どっち？え？困った時はマップボタン。なんか B って言うた。B って言うた。一回 B、うわ、怖い。一回マップボタン。怖い、怖い。ちょっと。うわ、ちょっと。ちょっと待って。あれ、ネイルハンマー持ってんのこれ。持ってないです、まだ。どうしたらいいのじゃん。えだからまずそれをやっぱり取りに行くところかですよ。今持ってないのまだ。持ってないです。武器を持つのはどうしたらいいの。え持ってない。ちょっとこれでこうじゃん。そんな時こそ。うん。オッケー。熱っ。ちょ攻略を見てください。はい。はい。もう見る。そして僕は音が流れて。音楽。えで、え怖っ、マジで。これでも、え皆さん一瞬聞いていいですか、はい、これ今映像キャプチャーで映してるんですけど、うんうん、これ音をモニターと出力になってるんですか。それかな。それをいろいろ変えた方がいい。モニターと出力とかしたら。今ね、モニターと出力にしたんですよ。変わらん。で、そしたら戻ったんですけど、でも音聞こえてないっていうみたいな。あれ出てもね、マイクと、いや、モニターを、モニターオフにしたら、どう？あ、音楽今出てないから分かんへんじゃん。そうなんですよ、そうなんですよ。でも今まで一緒なんやろ？今まで全く一緒です。急に今日だけです。今日だけ。え、何？何なんそれ？ほんま気持ち悪い。あ懐かしい、こいつ27歳の三田です、これ。これ、こいつ。眉毛すごいね、これ。ちょっと、あれ書いてるな。ちょっとあれにしてみますか。どうしたらいい？どうしたらいい？これ音うん。抜く？いや、いろいろやってみよう。ヘッドホンにしてみようかな。いろいろやってみよう。で、あれで含んで。うん、いろいろやってみよう。ちょっといろいろやってみますよ。オッケー。ちょっと俺、ちょっと今、あれ、頑張ってみるわ。なんかしてみるわ。あれ、すみません、皆さん、教えてください。武器、アイテムこれや、ね。何これ？あ、懐中電灯しか持ってないねんけど。懐中電灯。懐中電灯であいつ倒されへん。え、ハンマー、そうやったっけ？どっかで拾うんやったっけ？そうです。だから、そう。いや、読んでくださいよ、公式。こうやってコメント見るんやね。そうです、そうです、そうです。丸腰宮田やで。ちょっと一瞬、どうしたらいい？はい。僕らの声一瞬落ちます。落ちるて。落ちます。落ちます。でも多分音は、ちょっと赤い水の方は。一回落ち着かせてください。はい。
あはははは。僕らの声聞こえてますか？もう一回、多分聞こえてないと。あれ？これ関係ない？ちょっと関係ない。あ、今そっち一回切ってます。え？ジャガーのトランクを開ける。あ、ジャガーのトランクにハンマーあるんやったっけ？ネイルハンマー。声は OK って書いてるで。声は OK なんですよ。あ、そうなん。ちょ、じゃあやってみるね。ちょっと一瞬。やってみる。これ、え？ちょ、やって、え？何？どうしたらいい？ちょっと一瞬借りていいですか？はい、吹きますね。あ、めっちゃ怖い、でも。え？こんなやったっけ？ちょっと吹いて。私、声聞こえてるのかな、今。あ、ゲーム音やっぱ入ってないな。え、17年ぶりに私今サイレンをプレイしております。宮田史郎27歳、性別は男ということでねございますけれども、これ撮影した当時私本当に27歳でございましたね、つまりこの写真は27歳ので、ちょっとね髪型も寄せてきたんですよ。こうね、ほんならこの時よりちょっと髪増えてんちゃうかなっていう感じですね。前がこう完全にもうこう前に持ってったんですけども、毛量増えてない、なんか大丈夫言ってね。やっぱりでもちょっとこの方のあたりがね、ボイス大きい、ボイスは多分大きいんですよね。声はね全然これで拾えてるんで、声が大きいじゃん。27歳、宮田史郎で、そのね、さっきの話戻るけど、6月6日という今日の日、その怖いですよ、吉村双子かな、うん、吉村双子の誕生日おめでとうございます。すごいですねそれね。ほんまにくしくもですよ。いやこれもなんかほんま意味があるというかね。いやゲーム音聞こえないけどな、こっち更新すべきって書いてあるんですけど、いやこちらの問題ですね。いや何かが起きてます、何かが起きてます。あ、そうコメント見よう。先ほどテストした時はね全然入ってたんで、怖い、めっちゃなんかすごいスパチャが飛んでます。スパチャってすごいな。ありがとうございます、ありがとうございます。今1400人超えました。いやーありがとうございます。今説明します、何を今な、どういう状態か今ね、お願いします。見てきた方、見ようとし見てる方ね、実はですね、あ、スパチャありがとうございます。マナーさんありがとうございます。実は今何が起きてるかと言いますと、うん、6月6日、吉村双子の呪いが今起きておりますね。私本当にこれ呪いじゃないのかな。設定は何も変わってないんですけど、ゲーム音が聞こえないというトラブルに今見舞われておりますね。一回モニターを、YouTube 開いたら須田君と宮田さんがサイレンやってて胸熱、頑張ってください。 ありがとうございます。石田さんからまた連絡来ました。江戸ちゃんどうしたらいいの。江戸ちゃん、もしもし。あ、石田さん、石田さん、もしもし。一旦タイトルに戻りなさい。なるほど、一旦タイトル戻して。タイトル戻ります。タイトル違いますよね。僕のパソコンの方でってことですよね。そこだと音が聞こえません。江戸ちゃんも何ですか、もう一度教えてください。何ですか。タイトルに戻りなさい。あ、なるほど、あ、聞こえました今ドーンって。何がタイトルに戻れ。クワイト、あ、何どうしたらいいの。クワイト、できたかな。できたような気がします。ゲーム音聞こえます。聞こえた。ゲーム音来てない、来てるよ。クワイトちゃん、これクワイトちゃん、ちょっと戻ってください。ちょっと戻ります。聞こえます。あ、じゃあクワイトちゃん、あ、しゃがんだ。多分聞こえてますよね。ありがとうございます石田さん。どうやって戻るの。聞こえてるの。二人のうち、はい、一人はコメント読みな。わかりました、ありがとうございます。そういう感じで行きたいと思ってました。おっしゃる通り。では、また、射殺します。射殺します。ありがとうございました。江戸さんでした。江戸ちゃんありがとう。江戸ちゃんって言うと思った。聞こえてないよって言ってる。あれ俺の方は聞こえてないけど。え、石田ちゃん。一瞬も。聞こえてないって聞けるで。ちょっと戻して。だから一回戻してどうしたの。え、何が。あ、ここの音も聞こえてないんですよね。これなんじゃないの。このね、僕の方には、こっちには来てるんですけど、ゲームの、リトライか。リトライ。わからんけど。いや、リトライしなくていいです。ちょっと一回ゲームしててもらっていいですか、そのまま。やっていていいの。はい。このまま。あ、いた、いた、なんか開いた。え、あ、いた、うわうわうわいやいや、早っ早っちょっと音が死にました。死にました。これがゲーム音ねえ、あれなんですけどね、何さらっと音チェックした時に死ぬって何なんですか。え、これどうして
ギブアップする。いや、トライアゲンです。トライアゲンしてください。ギブアップ。練習だと思って、今のうちに僕直してる間にやってください。まだ大丈夫です。6時半なんで。車に行けっつってるから、ちょ、コメントまで。なんかコメント見た方がいいじゃん。見てる？コメント見てます。皆様すいません。ちょっとね。拾うでしょ。僕の方には音来てるんですけど、今。皆さんの方に行っていないのかな？どうや？見てみ。スパナ来た。マイクの音量下げてもね。確かに。どうですか？ああ、チェック。スパナ取ったよ。ラジェットスパナ。スパナ。なんで？聞こえてない。出力の音声の設定見直してるんですけどね、今ね。ミサさんは集中してください、ゲームに。はい。あ、うわ。じゃあ、こっちの音がすごい。うわ、撃たれた。うわ。いやー。全然進まなそう。全然進まなそう感がすごい。ちょ待って。え、何？そう、僕らの声はこれで OK なんですよね。で、ゲーム音がね。スパチャが飛んでます。ありがとうございます。ありがとうございます。ケン、ハヤトウサギさん。みちおさん、ありがとうございます。皆さん。あ、ウマボブさん、ありがとうございます。みささんの声だけで全てを撮ってる。ん？どうしたら全然進まへん。今日は朝まで、いや、ね、ソーシャルで朝まで行きたいと思っておりますけれどもね、皆さんお時間大丈夫でしょうかね。最後みんなでね、負けないで。音がダメそうなら、ミサさん、宮田になりきって当てれこしながらプレイして。当てれこしながらやりましょう。どうすんの？ちょっと待ってくださいね。一回これを吹かしていただきます。当てれこ？宮田で当てれこ？こっちに戻しますか？え、俺さ、どうしたらいいこれ？マイク持って戻しますか？これやった方がいい？これ声聞こえてるのか？これは今、若干聞こえてます。はい。じゃあ行きまーす。なんだこれは。拾おう。あ、置いといてください。拾おう。ライトを手に入れた。ライトはどうやって使うんだ？こうか。ザウルスさん、ありがとうございます。アシロー。ササピッピさん、ありがとうございます。あそこにジャガーがあるはずだ。私が駐車禁止なのに駐車をした。ジャガー、叫ばない。開けたい。開けよう。なんだこれ。スパナを取ろう。あ、スパナを取ったら、発煙筒を取る。あ、いいじゃないですか。なんかいい感じですよ。いいでしょう。そして、叫ばない。ちょっと待て。スタート、ちょっと待て。アイテムを多分こうするんだ。ん？緊急番号を発するときに使用する非常用具。スパナ。ネイルハンマーはどこだ？ネイルハンマー。ん？あれ？ちょっと待ってください。アイテムを。ミサさん。はい。次これ、お亡くなりになられたら、一回ゲームタイトル画面に戻します。はい。進めそうであるなんだこれは。今のは説明です。説明が勝手に来た。はい。戻りたい。戻るとき×で戻ってください。そうです。あれ？あ、なんか見つかった。あれは。いや、武器持ってるでしょ？じゃ武器どうやって、ただ、武器はどうやってやるの？ R1 をして。うん、R1 で。あ、こうね。OK。どこ行けばいい？次、立ち入り禁止や。どうしたらいい？俺どうしたらいい？これ、どこ行くの？視界弱でしょ？なんか、もう全くわからない。あ、視界弱大事です。大事でしょ？こいつがライフルでしょ？でもどこに行けばいいのかが全くわからない。ちょっと待って。音問題まだ解決できずですかね。どこや？来いや。あ、やめて。はい、来い。
かかってこいや。ええー、かもう一丁行くぞ。いや、やめて。おら聞こえてない。どいてどいていかへん怖い。怖い。どっちこっちの方がいけるよ。こっちいける。ちょっと行ってみるね。行ってみてください。行く。怖い。右行けんの？あ、水田さん確か、昔クリアされたって言ってましたよね。したよ。した、一回、17年前やから。記憶もゼロに戻ってますね、それ。17、そう、完全に。あ、なんかある？叫ばない。道迷った。道迷った。なんか書いてる？書いてない。道迷った。うわ。行き止まりですか？わからへん。右も左も行けるけど。え？何？目的は何？あ、なんかある。光ってた。あ、なんかある。なんかある。三角じゃないですか、三角。三角。叫ぶしか出ないけど。丸か？ん？調べれないですか？情報。え？めっちゃ照らしてるけど。無視しましょう。無視。無視しましょう。いいの、ほんまに。その時はもう、あ、テレホンカード。テレホンカード取った。拾う。やった。うん、アーカイブじゃん、これ。ですね。使用済みテレホンカードを手に。テレホンカードを取りました。ありがとうございます。電話しよう、誰かに。誰かに電話しよう。ドキコのテレカって書いてますね。ドキコ？え、ほんでほんで？あ、これ行かれへん。ちょっと、隠れる？これ。隠れよ。もういいかい。な。今僕は何をしてるかっていうと、うん、今あの、ライト。パソコンのチェックしてます。オッケー、はい。まだ音出てないんかな？まだ出てないっぽいですね。よっしゃ、そので、あ、なんかおった！来た！声。スコップおばさん、この野郎。あ、間違えた！よし。いやいや、お前、こら、汚いの、長い。ほら。これ二重になっちゃうかな。やばい。やばい。やめて！あ、やばい。殺される。あ、やばい。殺される。戦う気じゃ、距離感が違います。ああ距離感が。距離感が難しいんですよ。あの、戦うのに。さあ、まだ進んでいないので。これ、一度タイトルに戻して大丈夫ちょっとチェックして、できることやりたいんでね。すいません。ソーシャルディスタンスしております。はい、ここに。ちゃんとあの、アクリル板を今、見えてないと思いますけど、あるんでね。この距離ですけども。一度ね、ギブはして。もしかしたらね、これあれですね、パソコン一度最終的には、一回。ちょっと待って、こう言って、うん、うん。もう一度っていう形になっちゃう。自信がないです。みんなめっちゃムカついてんちゃうこんなん何してんのっていうの。ありがとうございます。ザウルスさん。音なくても楽しいっていうね、意見も。ありがとうございます。ザウルスさん。絵はあるからね。絵はあるんで。ササピッピさん。ね、ありがとうございます。おもちさん。ありがとうございます。ちょっとさ、これ声が聞こえてんのかな？声は聞こえてます。すいません。私、多分、今日、ジェノサイドエンドまで行く予定やったんですけど、あ、これ、これ、まあ、吹いたもん。あ、ここ、ここにしよう。あの、ジェノサイドエンドまで行く予定やったんですけども、ちょっと。ジェノサイドエンドは無理に決まってるじゃないですか。今日ちょっとできないか、もしかしたら、そこまで行かないかもしれません。もしかしたらですよ。でもいやいや、はい。そういうことじゃないと思う。目標はやっぱり高く、ね、設定してますんで。コメント、気持ちは大事ですね。コメントをもらうわ。はい。1500人超えてます。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントを読ませていただきます。1500人の方来てくださってるのにすいません、あの、音がね。なんでかなぁ。今日あの1時間では終わりませんよ。はい。見ての通り1時間で終わってたらもう何の時間やねんってなるんでね。ありがとうございます。今日はね、朝まで、行きたいと思いますね。朝まで行けたら、いやダメですよ。朝まで行ったって多分クリアできるか分かりませんもんね。今日のね、3つまで行きましょう、まずは。今日何時がエンドになるか分からないですね。うん。今日のエンドが。今日エンドが何になるか。一瞬ね、ちょっとこう。これやばいな、これマジで。どうしよう、どうしたらええの？いや、そのための、うん、皆さんのチャット欄のコメントと、そうかそうか、あと、公式本ですから、ね、攻略も読んでください。せやから、俺見てて、うん、今までも3回やってるやん。はい。もう全部見てんねんけど、うん、篠田君、いや、ちょっとコメント見ろやと。ほんまにもう、コメント今書いてくれてるからって。はいはいはい。毎回思ってたけど、はい、今俺それやね。そうでしょ。なかなかね、その全部一人でやっぱワンオペでやってたらね。これは厳しいわ。やりながらコメント見ながらとかなんかもう厳しい。そうなんだ。あ、また。
これは、また電話だぞ。もう何してんねん。ちょっと一瞬、おしゃべりしといてもらっていいですか、江戸さんとちょっと。あ、石田巡査からまた、パソコン会議。ありがとうございます、石田巡査。普通に喋ってよ、石田巡査。普通に喋ってよ、江戸さん。はい。というね、はい、今コメント、私、一人になりましたけれども、声は聞こえてますでしょうか。あ、やっぱりそうですか。私、宮田史郎、牧野啓役の三田信明でございます。よろしくお願いします。はい。というわけでございまして、今日はですね、SDK のところにお邪魔をしましてですね、はい、実況生配信という、人生初の生配信ということでございますけれども、聞こえてるのかな、これ、よくわかんない。コメントを見よう。あ、ありがとうございます。ゆうえんさん、ありがとうございます。ね。もうなんか7000人を超えてるんですよ、ここのチャンネル。すごいね、もうサイレンクラスター。サイレンクラスターというね、このクラスターというのはもうサイレンから来てますからね、今世の中、世界をね、震撼をさせておりますけれどもね。このサイレンクラスターの皆さんと一緒にこれ頑張っております。ね。YouTube。面白いですね。はい、YouTube。私もチャンネルやってますんで、ぜひよろしくお願いします。ねえ。こいつ、おもろいな、おもんないなっていう方はね、ぜひ見てみてください。お、なんか、また、ロンレア子さん、ありがとうございます。めっちゃ楽しいですよ。お二人も頑張ってください。頑張ります。ただですね、見ていただいた通り、これマジで、ガチでやってまして、私、普段ゲームしません。はい。17年前にサイレンを、プレイして、攻略本でね、攻略本、これか。攻略本で、ずっとこの、あれですよ。ゲームしながら攻略も、ほぼ攻略も見てる方が時間長かったんちゃうかっていうぐらいの、あれやってたんですけどもね。その時には行きました、最後まで。攻略本見れば。今攻略本実は見てません。攻略本見ずに行こうと思って、皆さんのコメントと思ってるんですけど、流れとしては、僕がやってる時は篠田くんが、こう、ね、コメントを見て、それを教えてくれるっていう、これで行こうね、今日これで行こうね、もう余裕で行けちゃうね、と。いうことやったんですけども、なんと、吉村双子生誕祭、6月6日ということで、何が起こってるんでしょうか？何も起こりませんようにというふうに私ツイートしましたけれども、何かが邪魔をしてます、僕たちの。怖いなぁ。ちょっと。はいはい、どう、わかった？石田巡査から。お、石田巡査。もうこれやってみたらっていうのを教えてもらいました。ぜひやってみましょう。ちょっとですね、うん、皆さん一度、映像が、コマ繋いでて大丈夫なんですけども、一度、暗くなるかもしれません。すいません。一度一瞬 OBS の方の問題かもしれない。あ、なるほど、なるほど。で、ちょっと一度。ちょっとそのまま待ってくださいね。待ってくださいね。すいません。お願いします。こちら見てますんでね、コメントの方はね。聞こえてますよ。OBS 使っております。ねえ、ありがとうございます。あー、何？すごい。これでゲーム音が。うん。カーリーサマーさん。声聞こえてるのかな、これ。カーリーサマーさん、ありがとうございます。Thank you! 応援してます、頑張って。あ、日本語か。向こうの人かなと思ったけど。すごいなぁ。これ、放送事故回になるんじゃないこれ。大丈夫？いや、ほんとですね。ちょっとね、この音のチェックをね、ゲームを進めてないと、その音がね、このゲーム音が僕に聞こえてんのかな、声は。俺らの声聞こえてます？声。あ、またスパチュア飛んでます。レインさん、ありがとうございます。レインさん。ゲーム音聞こえてる。ゲーム音まだ2回入り。2回入り。俺らの声は聞こえてますか？僕らの声は聞こえてますよね。聞こえてますか？なんかその、パソコン詳しい石田巡査曰く、OBS がたまにこういうことがあるらしいんですけど、このイヤホンとかの音の設定が OBS の中で今どっちが出力で、みたいなのがごっちゃになっちゃってるんじゃないかと。まあそういうのがあって、声自体は今多分普通に聞こえてるんですけど、ゲーム音がもしかしたらダメで、最悪一度一回止めて、もう一回新しいチャンネルでやるっていう方法か、このまま続けていくっていう、多分方法を取ってやるしかないみたいなんですよね。なんやろ、怖いな、ほんまに。怖いですね。こんなこと、俺、でも、初めてですからね。いや、冗談で何も起こりませんようにってやったけど、怖いわ。これこっちのね、僕の方にはゲーム音聞こえてるんですよ。聞こえてんの？だから OBS 側の問題だということはね、もう分かったんですけどね。あ、甲神さんかな？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと読み方間違えてたらすいません。お疲れ様でございます。応援させていただきます。ありがとうございます。
頑張りまーす。でも今日長くなりそうなんで、長くなるよ、まだまだ。どうせだったらね、いい状態で皆さんにお届けしたいんで。やっぱさ、吉村家の呪い。いや、本当ですよ。吉村家がちょっと、お前ふざけんなよと、ちょっとね。うんうんうん。あんまりふざけたことしゃあかんぞと。イヤホン差し直したら、もうね、何度も差し直してるんですけどね。イヤホン側の問題じゃないっぽいんですよ。そっか、何やろ、ほんまに。仕切り直してもええかもって。あ、7時から。カーソル音かな、今のって。これ聞こえます？カーソル音、これ。どんなこと言われてる？あ、カチカチ聞こえてる？カーソル動かしてみてって。めちゃめちゃ動かしてます。今、1700人の方が見ていただいてる。すごいな。1700人の人。見てくれてある。もう大劇場がもう満員ですよ、今。そうなんですよね。え？あ、ちょっと聞こえた？大劇場が満員。ちょっともう一回、ちょっとじゃあ、いや、映像、これで、あ、聞こえてる？なんか聞こえてる。少し聞こえてる。カーソル音少し。まあ、カーソル音はちっちゃいんでね、もともと。あ、そうなんや。あ、27年ぶりですね。成功をお祈り申し上げます。あ、俺がさっき言うた、あかんの。成功になり申し上げます。どうですか？不安なんです。かすかに聞こえる？牧野です。不安なんです。聞こえた。小さいけど聞こえてる。いや、ん？聞こえてる。ちょ、今ループしてますね。さっきもこれ流しましたから、ループしてます。すいませんね。話が。ループしております。今、ループ中でございますね。聞こえる、聞こえないよっていう。聞こえてる、聞こえてないよっていう。ちょっと皆さん、正確な情報を教えてください。聞こえてる、聞こえてないっていうね、二つに分かれてる。多分ね、あと水田さんの声が若干大きいっていう。あ、俺の声が大きい。いつも一人でやってるんで、こんな張ることないんでね。すいません。帰ってきたゲーム音。帰ってきたゲーム音って来てるって。もうちょっと大きく。ゲーム音をもうちょっと大きく。これあれだな。マイク設定が、うん、多分これぐらいで。どうでしょうか？チェックチェック。マイクです。マイクです。ミサさん静かに。はい、これ今雨の音聞こえてます？聞こえてない。ああ、はあ、はあ、叫んでみようか。うん。おーい。おーい。江戸さんからまたお電話いただきます。江戸さん電話です。じゃあこれアルコール消毒ね、一応ね。もしもし。アルコール消毒。はい。アルコール消毒中でございます、今ね。アルコール消毒をちゃんとしまして。ね。ソーシャルディスタンス、そしてアクリル板やって、シャインウィーンうわうわうわバーンズドーンうわね、聞こえますでしょうか？皆さん聞こえますでしょうか？こちら宮田ですね、今のまた石田巡査から電話かかってまいりまして、最後の手段、EN さんありがとうございます。最後の手段いきます。最後の手段、宮本さんありがとうございます。最後の手段何？テレビ音を上げてこの音をマイクに拾わせます。すごいな。聞こえてますでしょうか？で、ミサさん、はい、一度それヘッドホン外してもらっていいですか？ヘッドホン外します。で、マイクを戻します。はい、でもこっちの方が拾うんで、外もこれを、あ、いいですよ、こっちもね。新鮮さんありがとうございます。赤い水、アナログ。宮田の C だよ、やって。こうしましょう。こっちだったら結構拾えるんで、声。今、水田さんの声、僕らの声聞こえてますか？大丈夫です。どうもー、水田の前にございます。聞こえてますか？そんな張んなくて大丈夫です。張ると、で、ゲーム続けてみてください。はい、アクリル板の呪い聞こえますって来てるよ。はい、じゃあちょっとゲームやってみます。え、ゲームこれや。はい、
はい、いきます。これで、はあ、拾います。あ、で、皆さんもうちょっと離れてもらう、はい、マイクから、はい、マイクから離れる、はい、こう十分、あの舞台俳優さんの声がしっかり入ってる。かしこまりました、かしこまりました。これでちょっとやってみてください。よし、ライトを手に入れた。で、バツ。俺、でも分かってないねんけど、さっきのでもジャガーまでは多分いいんでしょうね。ちょっと篠田君、どこ行くん。ちょっとジャガーまでは多分ええと思うね。走ろう、はい、あ、痛い、気があった。ジャガー開けよう、トランク開けます。ここまではいいですよね。ここまで、はい、見たぞ、これ見た。ほんで、スパナーを取ります。はい、ガシャッ。もう一回、もう一回、発煙筒取っておきましょう。なんか分からんけど、 取りました。ほんで、吊り橋を渡る。あ、目標、吊り橋を渡るやって。ちょっと待って、地図を見よう。吊り橋ってどこにある。水田さん、声大きいですね。あ、ごめん。大丈夫です。ゲーム音を拾います。俺今どこ、俺今どこ、なんどこ、車は、宮田の車って、これ見えてます。宮田の車、は、宮田の車、え、あ、俺今ここや。あ、戻れってことか。釣り橋渡れやから戻ればいいや、多分。これ戻んねん、見えてるよ。え、え、あ、ちょっと待って、あ、スパナ、あ、スパナ、そういえば、やばいやばい、ちょっと待って、スパナ、ちょっと待って、スパナ、スパナじゃん。ちょっと待って、うわー言うてる。あ、怖い。ちょっと待って、あー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 、スパナ、スパナは、スパナ、これにこうしようかな。あ、スパナ、あー、怖い。よし、来いや。あ、あー、だよ、こいつ間違えた、 L1 と R1。 あ、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 やばいやばい。あ、何回行かれてこれ、これかい。よし、てんてん、てんてん、おっしゃるな、どけ、どけ、どけ、どいて、どいて、ワン、ツー、どいて、はあ、しんど、はあ、しんど、はあ、しんど、ほんで、ほんで、ほんで、さっきの多分、こっち行ったよ。はあ、しんど、はあ、しんど、はあ、こっち行った、はあ、なんかさっき、テレホンカード、さっきのテレホンカード、あ、これや、これや、見た、見た、見た、さっき見た、これテレホンカード、あれテレホンカード、テレホンカード、テレホンカード、こっちじゃん、俺こっちいたじゃん。ちょっと、どこ、うわ、なんかおる、絶対おる。あ、前におった。あいつ、後ろから行こうかな。え、ウェイじゃない、ウェイじゃない。えい、あ、間違えた。いやー、だいたい距離感上がってきた。テレホンカードどこ行ったの。これ、熱い。あ、なんかレールがあるよ。トロッコじゃない。え、レールがある。あ、なんかある。叫ばない。え、なんかあるよ。はい、なんかしてる。これ帰ってきました。しゅうなくん、ちょっとコメント見て、はい、俺どうしたらいいか全く分かってない。今ね、コメントみんな音がうまく聞こえてますっていうのと、ね、あ、降りた。テレホンカードはうまくなってるって言ってますよ。テレホンカード、あ、新生さん、ありがとうございます。あ、あ、何こいつ、あ、先倒したやつじゃん。テレホン、あ、これテレホンカードや。あ、テレホンカード。よっしゃ、テレホンカード。テレホンカード手に入れた。大きな一物だ。あと、あ、怖い。2653、26時間プレイしてほしい。ありがとうございます。で、俺どこ行ったんや。で、こいつ、あ、さっきごめんな。さっきごめんな。あ、あ、この。音問題はですね、現在、めちゃくちゃ原始的な、え、何何、マイクに拾わせると。あ、なので、あの、家中に今、サイレンの音が、ゲーム音が鳴り響いております。え、俺どこ行けばいいのこれ。恐ろしい状態でスタートします。こっち行こうか。あ、釣り橋渡ればいいんやから、これ。拳銃持ってるやつおる。さあ、あ、あ、見られてる。あ、見られてる。あ、これ見られてるから赤い。これあれですよ、確か。どうしたらいいの、どうしたらいいの。発煙筒じゃないですか。あ、あ、あ、そう、思い出した。あ、そんなことあった。あの、ね、さっきのさ、ドラム缶じゃん。これや。調べてる。ここに、これや。あ、これや。ほんで、でもさ、着火した後、多分あいつが寄ってきよるよ。こんなん俺は、ちょ、あ、だいぶ近いぞ。だいぶ近い。あ、あ、しんど。あ、しんど。吊り橋は？音を上げてほしい。ちょっとこれ以上音、あの、上げちゃうとね、もうちょっと近所から、わかった。何やられてるんですかって言われてしまう可能性があるんで。これやって、右回りにしたらいいんちゃう？たぶん。着火した。見て、着火します。これ着火した後どうするかじゃないですか？そう。だからその後、あいつが多分気温ね。あいつが来よんねん。
じゃあ隠れましょう、隠れましょう、なんか。あ、いやいやいや、そっちに来てたんかい。倒しましょう。しんど。長い。ネイルハンマーやったら2、3回で、どいでどいで、今急いでんねん。急いでんねん。で、多分、あいつが、銃持ってたやつが。いや、もう十分聞こえた。よかったです。銃持ってたやつが、多分、うん、ほらそばに隠れてください。え、ほらほら隠れて。あ、今見えた、目の前に見えた。音は十分、ありがとうございます。いや、見えたよ、よかったや、ほら見ました。いや、そいつが、いや、こいつが多分、あ、見てない、いいんじゃないですか。その間に電気消してとかに、もう走れ、電気消して。見えない、まあ、見えつけましょう。うわ、やめて、怖い。走れ、銃の右とか左行ってかわせ。いやいや、もう行っちゃいましょう。ほんなら、いけちゃん、どうしたの？救急車の中で、え、なに？怖い。待って、ストップ。何、ストップ、はい。あれ、マップ。はい。熱い。ちょっと待って、痛っ。水田さん、はい。本当にクリアしたことあるんですか？でも、これすごない。ここまで。いや、すごいです。白衣、熱い。ちょっと待って、ほんで、熱い。やっば。しんどい。音の問題も OK みたいです。ちょっとだから僕ら、本当にリアルにね、あの音をめちゃくちゃ体感しながらやってますけども、このパターンでいきましょう。大丈夫？はい。熱い。これコメント俺見られへん。で、今のうちに、さあ、こっから、どうしたらいい？今指示としては、はい、コメントちょっと教えて。明かりをつけるみたいでしょ。明かりをつける。ここの休憩所なんか、あ、しんど。しんどいな、これ。ようやってんな。これめっちゃしんどい。しかもヘッドホンでやったらもっと怖いですから。なんで俺行き上がってんの、これ。走ってもないのに。そうそう、自分が走ってるようなね、感覚になります。ああ、しんど。うわ、でもすごい、発煙筒思い出したわ、でも。今だから、うん、発煙筒着火まで来たんで。やった。ほんで、釣り橋渡ったよ、俺。釣り橋渡った。2回言うた。釣り橋渡った。再び宮田の車へって書いてあるけど。また車行くの？また後で行くみたいですね。せっかくここまで来たのに。ていうか、なんか地図広ない？こっちのあの、左の、何なのこれ。要塞みたいになってる。何 LDK の何 LDK、SSLDK。ちょっと水田さん、これじゃあ、ちょっと。見ればいいの？はい。見といていただいて。ちょっと僕は皆さんのコメントを、ちょっと、チャットのね、欄を見させて。僕もね、見てて、SDK 見てて、いやいや、ちょっともう、早く進めろやと思うんです。ね、地図とか見てんと、こんな絵いらんねん。はい、もうやってくれと思うけど、今、ごめんなさい、無理です。入れ物を回収して、車へ。ね。ジェル缶を拾ってください。ジェル缶？あ、はい、ジェリ缶って書いてある。ここにジェリ缶って書いてるわ。ジェル缶。休憩所。はい。ジェリーって書いてるで。あ、ジェリ缶？うん。空のジェリ缶。じゃあ、どこで拾うんですか？今俺入ったと思う。あ、じゃあそこで拾うんだ。わかったぞ。いい？やっていい？はい、はい。で、今、こっちじゃなくて、うん、こっち。なんか、何の音今。ガシャガシャ言ってる。こっちに。あ、うわ、なんかライフル。うわ、ちょ。あ。いや、目の前行ってるじゃん。ねえ、猟銃シビトの目の前行っちゃってるじゃないですか。どっちだっけ。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。もう一回やんの？もう一回やんのこれ？頭から。そうですよ。何度でもやるんですよ。でも、今いろんなことありましたけど、まだ1時間なんですね。だプレイ始めても、今日はもう測ってないですから、1時間を。そうか。それでも、まだ1時間しか経ってなかった。なんかもう、4時間ぐらい経ったぐらいいろんなことが起きたな、音が消えた。これ、1時間経ってるよ。まだ今1時間。経ってるの？はい。ちょっと待って、もう一回やんのこれ、どっから？皆様、音問題はなんとかこれで解決したと思いますんで、これからはね、安心してお楽しみください。そして、皆さんぜひとも教えてください。あ、こっからだったら。よかった。皆さんもまた同じこと、同じこと。どうしたら逆じゃないですか。ちょっとコメント見て。どうしたら右じゃないですか、右。右行ったら、ね、でも、猟銃おったもん。じゃあそっち。これをさ、また視界弱視界弱。あれさっきの、猟銃のやつしかおらへん。怖い。ほら、怖い。もっと慎重に行きましょうって言われます。宮田感がないんですよ。宮田感持ってきてください。分かった、はい。階段は登るのか。登って左。ジェル感ないですか。あった。それはジェル感じゃない。ジェル感じゃない。なんだそれ。調べましょう。調べる。叫ぶしかない。
いや。え、怖い。何？調べましょう。いや、調べましょう。拾うってあるよ。拾うってあるもん。おお。ジェリカンって何？ジェリカンって初めて聞きましたけどね。空の？空の？空の、空のジェリカンじゃないですか。ジェリカンって何？アイテム持ってんだよ、今。スタートか。あ、しんど。アイテム。たまにあの、これや。カメラも意識してるから。どうもー。僕もよくやっちゃうんですけどね。ジェリカン、ゲット。あ、分かった。さっきガソリン入れてなんか発電機あれするんちゃう。だから車戻るんですよ、もう一回。車のガソリンじゃないですか。車のガソリンすんの？あ、なんか、あ、ストーブつけるんちゃう。いやいやいや。なんであったまるの？なんであったまるの？寒い。ガソリン、これ、ガソリンか。こういうか。ほら、じゃあ車に戻ろうって書いてます。もう？もう戻っていいの？声でかいな、俺。はい。あ、ごめん。ここは。これは関係ないの。なんでわざとじゃあ置いてんのこれ。関係ないのに置くなよ。え、さっきなんで俺誰に撃たれたんだよ。さっき銃で。そうですよ、今いいつくまりましたよ。8月なのに1回です。8月か。8月なのにストーブつけないで。あ、そうか、はい、ほんまや。これ今8月。ほんでほんで戻んの？車戻っていいもん。戻りましょう、戻りましょう。はい、もうあのライフルのやつおらんの？お、今近いジャックスだ。え、あ、こいつ復活してるやん。目の前にいます、ね。どうしたらいいんだ。じゃあどうしたらいい。え、どうしたらいい。聞きましょう。うん、聞いて。皆さん、これは橋の目の前にいるんですけど、どうしたらいいんですか。下が抜け。走らない方がいいと思います。走らない。はい。SDK 頑張れ。ありがとうございます。いや、お、頑張る。俺は俺。頑張ります。頑張るよ、宮田。え、どうしたらいい。教えて。コメントお願いします。SDK。視界ジャック大事。うん。橋を渡る。普通に渡っていいの？あ、それは違うやつ。でも目の前にいましたよ、ね。いたよ。こいつ関係ない。あ、違うやつなんだ。じゃあ、橋渡って戻ってみる。あ、ライフル、こいつはさっきの撃ったやつ。じゃあ、橋戻りますよ。あ、こいつまだやってるわ。いけます。発電灯好きやね。走らないように行ったらいいです。はい。橋を戻って、さっきの道で。橋どこ？こっちか。あ、こっちか。こっちやな。走らないで行きます。ここね。はい。ほんで橋渡ったらどっち行けばいい？橋渡ったらどっち？いや、さっきの方じゃないですか。だから右か。はい。あ、そうか、そうか。あー、怖っ。あー、怖っ。なんなんこの音。全然宮田とちゃう。え？ただの関西のおじさんや。分かってこい。打ってこいよ。さあ、打ってこいよ。ほら、宮田と同じ格好したらただの関西のおじさんや。雨降ってるから傘、うわぁ言うてる。音すごいね。うわぁ言うてる、ね、で、右じゃん。右行きたい。あ、行ける。あ、行かれ、行かれ。いや、そっち。気持ち悪い。あいつ見てる。ここや。もうじゃないよ。走んない方がいいです。走んない。はい。走んない。あの、このアイテムが走ったらおしまいです。わかった。しゃがんだ。走るのは、牧野さんだけです。駆け抜け牧野だけです。そうなの、はい、ちょっと待って。今、こういったから。で、方向は三角をすると、今自分がどっち向いてるかだけわかるんです。え、三角をする。今、こっち方面向いてますよっていうのがあって、はあ、スタートから。あ、ちょっと待って。あ、なんか変な音したまだ。あ、何やこれ。戻っちゃった。はい。スタートから、俺どこなんだよ。吊り橋、下の方やって、吊り橋やってみる。なるほどね、はい、だから言ったでしょ、お酒飲まない方がいいって。お酒飲んでない。サイレンはお酒飲んだよ。赤い水です。赤い水を今黙らしちゃい。はい。あ、でもそこを多分こう戻ってきたじゃないですか。で、あそこ右曲がったんですよ。あ、そうによるよ。下の、うん、わかるわかる。だから車行けばいいでしょ。そうです、そうです。オッケー、オッケー、任しとけ。いい。いや、でもミサさん上手くなってますね。そうやろ。はい、さすが。一度やってるだけある。素振りな、素振り。これあれですよね。須田京也と一緒だったら、うん、溜めてやる、なんか京と弱ありますよね。あるあるある。そう。あるよ。あるよ。歩こう。あー、怖っ。だいぶ雨ちょっと強くなってきたんじゃ？雨が。今日、天気予報は晴れやったんやけどね。丸ボタンで調べられる。丸ボタンで調べ、はい、何？丸ボタン何もならない。あの、調べるやつです。さっきのこう、これなんだろうみたいな時に。うん、多分丸ボタンを押すと調べる。あー、怖っ。こっち行ける。この道どっちだったっけな。多分こっちだと思うね。俺なんか右突き当たりを右やと思うね。これ突き当たったでしょ。突き当たりを右やと思う。突き当たり。これがさっきのあのジャガーまでの道走る。はいはいはい、大丈夫ですか。ほら。怖い。大丈夫大丈夫。もう距離感がつかんだから。でもう一回待って溜めて、ね、もう一回来るやろこっち。やろ。うまい。見てみー。あ、オッケー。ガソリンかかってこい。ガソリン？
ほんで、あ、ガソリン入れんのんちゃう。すごい、水谷さん、1800人ぐらいです。ガソリンを買いに移す。来た来た来た。はぁ、しんど。はぁ、しんど。皆さん、ありがとうございます。丸ボタン押しました。俺、昔あの、ガソリンスタンドでバイトしてたことある。廃屋か。なぁ、これ。で、もう一回戻るんじゃないですか。で、え、もう一回戻んの？だって、あの、このガソリンを、え、なんかするんですよ、ね。もう一回戻んの？もう、何してんの？もう、もう、ね、次どこ行くの？次、ちょっとコメントお願いします。あ、しんど。コメント。見ました。はい。ガソリンやっぱ戻って、どこにも さっきの、発電機にガソリン入れてエンジンかけると休憩所の明かりがつくと、はあはあ、でさっきの猟銃のやつが撃たれたやつがそこに何だろうって来るんじゃないですか。お、来る。でその間にそこから逃げるんじゃないですか。あ、なるほど、オッケー。ちょっと待って、もう一回戻んのね。戻るときどうしたっていうことですよね、皆様。あ、はあ、もうお前何やねん。どうでしょうか。怖いわ、もう。ちょっと待って。カルマフ藤崎さん、カルマ藤崎さんかな。トラブルの込みで楽しませてもらってます。ちなみに私は牧野派ですということで、ね、牧野派かい、牧野派かい。後で、ね、出てくるかも。そこまで行きたいですね、まずね。そうやね。で、あ、これ通った通った。で、あ、何、看板や。発電機でしょうって。あ、しんど。もう結構しんどいぞ、これすごいぞ。発電機やろ。ここまで長いですね。ほんで、あれ、もうすぐあいつおると思うね。そうです、だからまた静かに。しゃが抜け、あ、電気つけた。しゃが抜けよ。右側におんのしてんねん。もういますか。もうおるよ、もうおるよ。しゃが抜けるわ。で、こっちのこの、そう、線路、線路この、今、俺の後ろにおるから、この線路に乗ろう、これ。線路に乗って、ね、どこまでも。吊り橋大丈夫かな。めっちゃ雨降ってるけど、うん、これ腐ってんじゃん、この吊り橋。さっき渡ったでしょ。渡ったか。はい。うわ、もう、うわ、落ちそう。しゃがんでたらちょうど落ちそうやん、なんか。なん、誰が笑ってんの？この音が嫌なんですよ。なんで笑ってんの？誰が笑ったんの？さっきのあれじゃないですか、だから、火つけたとこ見て、火っていいなって笑ってんですか。気持ち悪い。うわー、怖っ。うわ、なんかほんで、下から、上から飛んでるの何やら、ひらひら、なんか。白いのが飛んでんねんけど。チラ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 。あれはなんとかフィッシュじゃないですか。なんとかフィッシュ？スカイフィッシュみたいな。え、スカイフィッシュなの？スカイフィッシュ。もうええかな、そろそろ。なんとか。で、ちょっと歩くわ。死んだ方がいいじゃないですか。歩くわ。歩いて。あー、しんど。あー、しんど。で、ほんで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 。で、またさっきの発電機やん。はい、右。あ、走ってしまう。つい走ってしまう。で、この階段登ったやん、さっき。さっきの発電機の、なんであんねんって、さっき文句言ったやつ。うん、あ、しんど。あ、そこで丸めしてください。これ、はい。あ、違う。丸。三部じゃない。これやろ。そうです。あ、しんど。ここ落ち着きましょう。はい。もうだいぶでも来てるはずなんで。来てるよね。これで、だから、うん、つけました。めっちゃうまない、うん、あの、さっきの、この逆側にいる猟銃シビトが、さっき撃たれたシビト。撃たれた。あれが、多分ここに来るってことですね。だから、それを、どこで、どう待ったらいいですか。ごめん、猟銃のやつはどこにいんの、そもそも。で、さっき撃たれたところです。だから、こう行って、左回転ですか。すぐいるんや。この建物の中におんの。そうです。あ、そっかそっか。あ、そいつが来るから、あいつが来るじゃないですか。だから、それを、ちょっと、ほんまに教えて、コメント。ここ大事だ。お願いします。もう絶対、ここからもう、そんなもう一回なんか無理。わかります。だから慎重なんですよ。ちょっとごめん。早速、もうだいぶまだ1時間やけど、ちょっとコンタクト外して、はい。いいですよ。で、メガネにしていいですか。そうですね。ちょっと見えたっぽくないんですけど、すいません、ごめんなさい、僕。目痛いなってやつ。見えづらいんですよ。今日実はね、まあ、見当たらんで、メガネしてたら、ね、ちょっとあれかなと思って、コンタクトにしたんです。うん、でも僕、普段コンタクトじゃなくて、メガネ派なんで、ちょっと今ね、かなりしんどいんですよ、メガネ。ちょっとコンタクトあれさせてもらいます。全然全然、もう、いい？一番やりやすい形がいい。ごめんなさい、ちょっとこんな時間すいません。なんか、あ、でもこのシーン行った方がいいか。このシーン行ったら、頑張るわ。この時間もったいない。ガソリン入れる。じゃあちょっとみんなの。頑張る。俺頑張るから、応援してください。雑草な葉っぱさん。ゲーム実況ありがとうございます。ファイトです。はい。ここ大好き。ありがとうございます。ありがとうございます。ガソリン入れたら、後のやつちょっと教えて、もう一回。予習お願いします。ガソリン入れた、電気ついた、ほんで、うん、ほんでほんで、ほんで、コメントよろしくお願いします。教えてください。攻略本でね、こうやって見るのはすぐ簡単にできるんですけど、やっぱり皆さんコメントを聞きながら、ここは、協力して、
二人の声が聞こえづらいよっていうのは、ミサさんが酔っ払ってどんどん声が大きいんで、声が。酔っ払ってません、俺は。マイクここにあるんで、ミサさん。あ、マイクこれね、はい。もっと近づけた方がいいんじゃん、俺。いや、逆です。あ、そう。はい。でも聞こえへん。ゲーム音を。うん。あ、ゲーム音が、そっか。あ、だこっちにしましょうか。裏っかにしましょう。こうしましょう。あ、そうすればいい。音どうですか、皆さん。今、普通に喋ってます。ね。コメントですいません。皆さん、この後どうしたらいいか教えてください。教えてください。ぜひ、よろしくお願いします。すごい。ん？なんて？猟銃が来るので反対側の出口から出ましょうって。入り口なら大丈夫。視界ジャックしてガソリン入れよう。音いい感じですよ。音いい感じ。吊り橋側の階段を降りてそのままゴール。いや、もうなんかいっぱい情報が多い。わからへん。吊り橋。あー、だから、まず視界ジャックして。入れて、うん、今、登ってきた階段これですよ。逆から、多分ここにいるんで、うん、こう登ってくるんですか。だから、今登ってきたところを僕ら、ま、戻一回戻って、うん、ここで待機しちゃうんです。オッケー。で、視界ジャックしといた方がいいですか、こいつも。オッケー、わかった。オッケー、わかった。だから走んない方がいいですね、その後につけた。つけた、ね、はい。今入れた。ほんで、ほんで。あー、しんど。すごい。今、こうしてます。ね、ほんで、ほんで。入れたよ。あー、なんか思い出した。17年前思い出す。ほんで、つけるんじゃん。そうです。ほんで、視界ジャックしてあります。もうすぐ。え？視界ジャックしました。視界ジャック今、さっきのやつ。あ、してない。今した方がいい。こいつや。こいつや。はい、これは。いや、なんか押してください。丸とかバスとか。固定された。固定される。で、今、そこの裏にいるじゃないですか。うん、裏に。だから、こっちからこいつ上がってくるので、上がってくるから、役に戻ったわけです。オッケー、わかった。もう、大丈夫。やっちゃうよ。やっちゃいましょう。はい。あれ？あ？よし、行くよ。エンジンかけるよ。間違えないでくださいよ。オッケー。よし、行こう。さあ、来た。よし。着いた、着いた、着いた、着いた。さっきのチェックしてたんです。どうしました？あ、これ違うんです。で、発電機だ。ほんならどうしたらいいじゃないですか。さっき撃たれた方から逆から回って逃げるんです。こっち？はいはいはい。こっちから逃げんの？ゆっくり行くわ。怖いから。ほんでどこ行くの？右じゃないですか。左？右行ったらおんだあいつ。いや、いいです。だから今いないじゃないですか。右でえの？で、あ、左。近っ。お、あ、抜けた。ほんだら抜けていいのもう。お、いやーやったアクリル板。アクリル板ハイタッチ。アクリル板ハイタッチ。やったよ。おめでとうございます。いや、すごい。やったやった。いや、ここは難しい。長い。難しいってか、長いですね。え、めっちゃ自分で自分を褒めたい。え、コメントありがとうございます、皆さん。あ、チャットでも、おーって言ってますよ。やったやりましたー。いった。僕は何もやってないけど、おめでとうございます。めっちゃ嬉しい。っていうか、めっちゃ嬉しい。すごい。こうやってなんか教えてもらいながら、みんなのなんか、そうなんですよ。聞いてやるって。だからね、なんかね、めっちゃ気持ちいいな。怖さがちょっとね、減るんですよ、ありがたいことに。みんながこうやって教えてくれて、一緒にできるっていう感じがして。やったよ。え、もう、やったやん。1時間ぐらい、まあ、ね、必要条件ほとんどしてないなっていう。え、何それ何？でもそんなことないんじゃないですか。ジェノサイドエンドなんですよ、今回ね。あの、今回この企画でクリアしたいのは、ジェノサイドエンド。ジェノサイエンド。なので皆さん、あの、チャット欄の皆さん、ジェノサイドエンドに必要なものとかを教えていただけると助かります。うん、そっか、なんかやっとかなあかんやつがあんねんね。そうそうそう、いろいろね、あるんです。もうすぐ2000人になろうと。うわ、すごい。なんなん、この。うまぼこさん。おめでとうございます。メガネ、宮田先生待ってますってことね。すいません。じゃあちょっとコンタクト外していきます。トモコさん、ありがとうございます。かわいい、はい、こんな動画みたいなの送れるんで。うちやん。ありがとうございます。早いな、そっちの方が。俺。あ、あれやった方がいいんじゃないですか、一回。何したいの？あの、ライブに戻したらいいです。ライブに戻す？あやべしーさん、ありがとうございます。あやべしーさん、ありがとうございます。あ、パンマさん。成功記念におめでとうございますということで。ありがとうございます。嬉しい。そして2000人行くということで。すごい。いやー、ほんとありがとうございます。本日はですね、ゲストに、はい、どうも宮田真希奈役の三田さんをお迎えしまして、宮田真希奈役の三田さんと一緒にサイレンをやっちゃうよスペシャル。ありがとうございます。よろしくお願いします。1時間ちょっと経ちましたけど、いやー、これなんとか
なんとかいったワンステージ目これいけるもんやねこれこれ分かります気持ち1個終わったらなるすごいわこれちょっと体力使う精神力そうなんですよしんどはぁ、しんどさあそして次はありがとうございますコメントいっぱい持ってるわちょっと、はい、ちょっとほんまに目荒れしてみますあ言っててくださいごめんなさいコメあのコンタクトを外してきますちょっとすいませんどうしただから今結構そう本当にそういう意味で言ったら YouTubeとかにね、本当に皆さんサイレンをやってくださってる方多くてで、そういうのをこう勉強させてもらったりとかするんですけどねやっぱりね、見てるのと やるのは全然違いますね当然ですけど見てたら、あ、なるほどと思うんだけどやったらわけわかんなくなっちゃうで、次はちょっと僕が恩田さんのところ、これ除菌大丈夫かなこれやってるね一応ね、これやっていった大丈夫ですかね大丈夫っすよかったよっこらしょね、メガネじゃあ、みささん帰ってきたら、ちょっと女さんとこに行きますね。ありがとうございます。で、今、セーブしておきます。あ、今、セーブ中。いやー、みささんのおかげで1個。やったよ。いけた。これ、1個のところやったら、なんか、この間ね、いただいたんですよ、コメントでね。1つのところやったら、データが破損したときに困っちゃうんで、別のところにやっておいた方がいいですか。いや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 素晴らしいです、みささん。どうもすいません、メガネすいませんかけさせていただきましたありがとうございますこれでちょっとねあーすごい見やすい佐々木っぴさん病院の双子の3回楽しみにしてますああれね佐々木っぴさんそしてケンジあのシーンさんおめでとうございますありがとうございますありがとうございます小玉ケンジさんかな菊見こまりさんクッキーさんおめめ大事にメガネ宮田先生楽しみにしてますありがとうございますよっとマジめっちゃ嬉しいクッキーおじさんジェノサイドを目指したプレイしたことないけど全勝しますありがとうございますよろしくお願いしますありがとうございますそれランタンさん MTD さん超頑張りましたね三田さんだいや超頑張りましたよマジですごい勇士ですめっちゃ嬉しいわ次リサねオンダリサさあちょっとね双子の僕はね普段からよくこの配信でも使わせてもらってるんですけど、うん、丸腰というねはいはい丸腰マキノさん丸腰マキノ金を知ってるよそれはウィズトモコちゃんって丸腰2人組ってあったんですけどはいはい次のね、うん、リサちゃんリサさんも丸腰なんですよ、うん、あらま丸腰リサ僕丸腰苦手だないやいやもうだいぶやってるからいけるでしょいやそういう問題じゃないですよやっぱ戦えないじゃないですかいざという時に戦えないそうねあの前回のアーカイブ見ていただいた方は分かると思うんですけどトモコちゃんをかばおうと自分の意思としては行くんですけど、うん、戦えないからただやられるだけっていう分かるあれが辛いですよ。ラジェットスパナーとかね、ヒカキ号だけでもあればね。そうなんです。じゃあ私、この時間はですね、コメント担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんのコメントが頼りでございますので、オンダリサ、ね、初日、4時0分。夢？なんだろう。なんか見たような。すごく。なんで？こんな家さっきまで誰かいないかな？いないよね。真っ暗だし。誰かいますか？さっきじゃダメでしょ。入っちゃダメでしょ。これこのシーンめっちゃ難しいやつじゃん。マジっすか？うん。廃屋からの脱出。これ難しいやつじゃん。あ、ありがとうございます。マンジエネ091さん、ありがとうございます。ちなみに、当然僕は初めてやるんですけども、うん。恩田さん役の方って、実際会ったことありますか、うん、僕はないんですよね。俺、会ったことある、あるある。ありますか、あるある。撮影当初ですか、撮影の時。そう、あるある。でも、あんま覚えてないな、17年前。どんな方だったみたいな印象ありますか覚えてないね。どんなやつやろう。あ、L さんかなこれ、うん、かわいい愛か赤い水台ありがとうございます赤い水台赤いなるほどねそういうこれスパチャっていうやつでしょそうですありがとうございますすごいなスパチャありがとうございます頑張りましょうなんかもう頑張ろうこんだけ皆さんほんまに応援してナイスパって言うねんなナイスパで皆さんこの恩田リサさんのところもちょっとヒントなりあお願いしますくださいぜひとも担当しますんでコメントシビトの動きをチェック2つのアイテムを行くよ皆さんじゃあ最初ちょっと一回
ちょっと待って、SDK、はい、攻略本一回あれしょ。こっちのコメントだけでいこうや。コメントもください。僕読めないんで、コメント。あ、だからそれ行くから。マジですか？攻略本ちょっと一回置こうや。一回、ちょっとこっちのコメントで一回やってみよう。小松さん、ありがとうございます。頑張ってください。見てて楽しいです。小松さん、ありがとうございます。マップ、まず。行くよ。はい、OK。俺が全部これ言うていくから、みんなの思いを。ナイスパ。SDK と応援してくれてる。ありがとう。最初にドラム缶裏に隠れて、最初にドラム缶の裏に隠れてください。ドラム缶の裏、うん、こうそうそう、そういう密集の台所に入って戸を閉める。あ、いろいろあるな。最初にやること、皆さん、リクさんありがとうございます。 JK 時代に友達とキャーキャー。 TKG さんありがとうございます。懐かしいですね、 JK 時代ってね。えどこ、こ僕は JK 時代ないですけどね。左、うん、DK 時代ね、ありましたけども、まず台所に入ろうみたいなのがあります。台所に入ってジャックかな。まず台所に入って、うん、台所に行った方がいいみたい。真後ろ、すごい、いろいろ情報が。そうなんですよ、だから皆さん、うん、ありがたいんですけど、最初意識を一つにまとめてください。ドア頭何をする、楽しいものもいいんですけど、犬小屋が僕はクリアしたいんです。犬小屋が先やって。犬小屋、ペンキ塗りさん、SDK と宮田先生かっこいいです。特に宮田先生。あ、書いてない。電気塗りさんありがとうございます。ね、かっこいいです。ドラム缶なんてまずないんですよ。犬小屋はあるんですよ。陸斗さん、篠塚陸斗さん、水田さんの演じる宮田&牧野大好きです。ありがとうございます。すいません、こんなやつがやってます。水田のことは嫌いになっても、サイレンのことは嫌いにならないでください。水田さん、早く、はい、情報ください。犬小屋。それは自分のチャンネルが止まってるんですか、そのトークするやつ。犬小屋で、犬小屋、タコ糸を取ろうって。タコ糸、うん、犬小屋行こう。今スタートここで犬小屋だから左ですね。左、犬小屋行ってください。はい、犬小屋でタコ糸を取ります。最初ね、シビト、あんま走ったかん、走ったかん、シビト見回っているので隠れてジャック。犬小屋行った、犬小屋、いいよいいよ、早っ。犬小屋なんかしてみて、三角、タコ糸があるはず、タコ糸が、いや、もうちょい近く行って、方向がある、そう、方向がある、向いて犬小屋、いや、これね、操作性、じゃあ、操作性じゃん、そう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 、そのうち、あ、これか、それ、そうですね、取った、ほんで、ほんで取りました、取った、オッケー、ほんで、次は、次は、スカンジャックしたいです、次にね、あ、ちょっとね、台所に行こうって書いてます、台所って今のところですね、今の後ろ でしたよね、今ね、犬小屋行ったでしょ、で、はい、視界ジャックしてって、視界ジャック、拾ったら、ブレーカーまで行ってください、拾ったら、台所へ行こう、台所へ行って、台所。今行ったらまずい。スカイジャックして。ジャック忘れたんか。鍵、右横に忘れる。サイレン小屋の呼び鍵があんねんて。鍵があんねんて。鍵を一緒に、鍵も一緒に拾っといて。鍵も一緒に拾う。鍵も一緒に拾って。犬小屋のところ。近くに、右側にあるって。右。なんか映像変なんですよ、ここ。変。あれ、なんか鍵が。あ、もうちょっと。拾う。あ、そうか、そうか、拾って。鍵拾って。やった。よし。やったよ。みんなやったよ。コメントの通りやりました。で、鍵はいらない。まあまあまあいいでしょう。ジェノサイドエンドやったらいらないけれども、取っときましょう。いや、取っとこ、ジェノサイド、あ、なんか来た。取っとこ、取っとこ、やるだけやっとこ。あ、来た。隠れろ、隠れろ、しゃがめ、しゃがめ、大丈夫。いけるか、こんな時間。いけるいける、いけるいける。大丈夫。逃走みたいなやつや、あのテレビでやった。ほら、見てみ、いけた。はい、いけてる。な、静かに。そのまま、まだまだ。あいつどこ行った、逃げた、まだ。はい、これか、ほらほらほら。ちょうどええ感じ。ほら、ほんで、いけた気がするって。ほんで、ね、次は、次は追いかけるの、台所行け、台所行け、台所、ジャック、視界チェックして、ちょっと台所行って、落ち着いて、俺か、台所行こうって、今ブレーカーって言ってますね、じゃあブレーカーあるんですよ、ここ、え、そこにブレーカーあるの、ちょっと皆さん、皆さん、ブレーカーですか、それとも台所ですか、皆さん、はい、全部読んじゃうと、うん、いろんな人のやり方があるのがサイレンなんで、そうなんや、なるべく多いのをチョイスしていただけると助かります、はい、かしこまりました、はい。じゃあ一旦落ち着きます、一旦落ち着いて、次、三田さん好き放題やないか、いやいや、そうなんですよ、すいません、静かにしろ、シュル、酒飲んでんでね、飲んでねえわ赤い水を飲んでます、まあ、27歳の設定なんでいいんじゃないですか、うん、僕はちょっと16歳のね、あ、そうか、飲んだかんや、はい、ほんで次は今犬小屋で、うん、鍵も、あ、鍵取って、2つ取りましたね、そしたら次何すればいいですか、箱糸取って、何すればいいですか、皆さん、コメントが分からへん、来ない、止まった、俺これが、あ、来た、今のうちに台所へ行ってくださいって、台所に、ブレーク、シビトの後ろについていく、シビトの後ろについていって、うん、後ろについていってブレーカーやって、やっぱり、なるほど、はい、これいきよう、これでいいですか、うん、オッケー、で、ブレーカー上げてください、そこで、
死人の後ろついていって、ゆっくり。そう、ゆっくりね。オッケーオッケー。そう、ブレーカー入れないと台所で何もできないですよ。なるほど。はい。ゆっくりね。歩くの走っちゃうんですよ。視界弱大丈夫？死人をバレないようにね。ブレーカーがもうすぐあるんちゃう？あ、いるいるいる。いや、静か、静かし、そう静かにしよう。めっちゃ見てるやん、おるやん。あいつこっち来へん。あ、そうそうそう、いいね。これやブレーカーやん。あ、それか。これやブレーカー、見えた。じゃあ、左、左。左行ったらもういけんぞ。今のブレーカーやん。ハルさん、ありがとうございます。応援してます。頑張ってください。別の出演者もゲスト、ぜひ呼んでほしいです。ね。口開いちゃう。ハーさん、あ、ハーさんもありがとうございます。あれ？何？どうした？まあ、違う道来ちゃいました。なんでよ、なんでよ。この、これ沿いに行ったらいいんちゃう？ブレーカー。二人が静かにしてもあかんって。これか、これか。これこれこれ。三角、三角、三角。はい。ブレーカー入れる。はい、入れよう。ほんなら台所になんか、つくみたい。台所の位置確認しますね、これ終わったら。うん。おいで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 。はぁー。はぁしんど。台所は？あ、戻るんで、ブレーカーが今こうぐるっと回ってきて。で、換気扇へ。左上の方のブレーカーするんだ。え？ブレーカー2つあるの？あります。あー、それ？こっち来て、うん、で、台所がここ。あ、じゃあもう近い。あ、じゃあ左行って。でも、死人が今さっき前におるから、気つけて。視界弱しながら、そうそうそう、台所行くんですか？そうそう、台所まで行って。ゆっくり、ゆっくり台所まで行ってください。はい、わかりました。ね。そしたら。で、換気扇と食器棚を結ぶねんて。台所で換気扇と食器棚を結ぶ、なんかさっきタコ糸取ったやん、はい、タコ糸だ、それでなんか結ぶねん、あ、そんなんあったわ、なるほど、17年前に戻るわ、そんなんあったわ、分かった、こいつが言ってますね、そう言ってるね、まだだいぶ先行った白田さん頑張れって、ありがとう、タコ糸でピタゴラスするんですよと、ピタゴラスイッチだそうです、あ、ちょっと早いんちゃう、ここですか、これで開けよう開けよう開けよう、開けて叫んだか、ドア閉めろって、で振り向いて、でドア閉めて、三角、うるさいな俺、はい、ドア閉めて、閉まんない、出ちゃダメ、三角じゃない、え、後ろ、ちょっと後ろ向いて、三角が、ちゃうか、分からへん、何やった、何やった、丸やの人、丸か、あ、ゆうえんさんありがとうございます、追加の赤い水台、赤い水台すごい、ありがとうございます、赤い水です、篠田さんファイトです、ありがとう、水田さん頑張ってるよってやっぱり。こうやってコメントでさ、みんなのさコメントをお伝えしております、食器棚、食器棚って言ってましたね、さっきね、そうで、ちょっと米や、三角押してみて、ジェノサイド、ね、あ、タコ板結ぶ、あ、これこれ、うん、ジェノサイドなんですか、あ、やけど、もういろいろやれることいろいろやっていきたい、確かにジェノサイド一回置いとこう、今日はなんかみんなのさ、意見を聞きたいね、はい、うん、ジェノサイドやけど、ジェノサイド置いとかないです皆さん、ジェノサイドだけでお願いします、ジェノサイドやけど、なんか、はい、なんかやることいっぱいやった方が面白いや、やることはやりましょう、やることいっぱいやった方が面白いと思う、はい、それあのちょっと別の時に来年ありがとうございます、ドスケルビーさんありがとうございます、え、これ結んじゃっていいんですか、2000人超えました、ありがとうございます、2000人超えました、ありがとうございます、結んで結んで結んでいいですね、トゥルーエンドだけ床の席、いや、もうやっちゃおう、やっちゃおう、床の席人、みんな黙って、あの SDK には内緒でやろう、いや聞こえとるよ、全部やろう、ジャノサイドやけど全部やろう、え、まずもう結んじゃっていいの、まず結んで、あ、水口さんありがとうございます、アドバイス、水田さんのアドバイスは的確ですよ、お二人とも頑張ってくださいって。的確かな、いろんな意見もらって。喧嘩か。いろんな情報もらって。これいいんですか、結んじゃって、うん。結んでください。で、タコ糸結んで、ちょっと、はい、あの、お正月気分をちょっと味わうということみたいですね。タコ糸、そうそう。お正月三が日ですからね、SDK の8月はね。2000人突破ありがとうございます。ね、で換気扇取って、ちょっと待って、床下収納を調べましょうって言って、何ですか、床下収納、あんねんって、床下収納、多分ビールがいっぱい詰まってんじゃん、ほんまに書いてる、ほんまに書いてるから、何ですか床下収納、ドラム缶の後ろへ、あ、これか、ある床下収納、見てみて、ちょっと調べてみて、やるだけやっとこう、いや叫んだ、床下収納、あ、これ取ってから、やってみよう、ちょっと面白いこといっぱいやろう、いいね、あ、石碑やりました、あ、これか、ジェノサイド関係ないですけど、関係ないじゃん、これいいです、やろうやろう、ほんでほんで、次は席倒す、倒そう倒そう、やります、こなんかいろいろあったの、面白い、うーん、本田さんもあれですよね、双子設定、そうそう、本田さんも
港里沙。だから宮田先生との関わりがあるう、ね、そうなんですね、実は。双子、双子でね。やっぱり。あ、高藤玲子先生の双子ってことかな。っていうセリフがあるんですよ。それはあの、こいつが最後。これで、もうやっちゃっていいんですか。何を？換気扇。あ、結んで結んで。いや、ちょっと待って。いや、いいですよ、ね。換気扇やった後ですよね、問題。何をしたらいいのかってことです。皆さんすいません、いいですか、ここで質問です。もうタコ糸を結んでいいでしょうか。タコ糸を、結んでいいでしょうかという質問。シンキングタイム。結構これいい、いい感じに進んでますね。いい感じですね。あ、また止まってるわ、多分これ。これね、止まった時、うん、どうしたらいい？一回こう画面をして、ライブってやつピッとして、ライブって押す。それか、これ、チャットっていうところでこれ。結んでください。いい、いいみたいよ。結んで、OK。結んでください。はい。で、ちなみに皆さん、結んだ後にこれどうしたらいいのかまで教えてもらっていいですか。なるほど、そうやね。そこの先に。あ、ケン・ハヤト・ウサギさん。なんて読むんだこれ。ジェノサイド置いといたら水田さんが終わらないで。ジェノサイド置いといたら水田さんが終わらないで。関西の人かな。あかん、終わらへんかったらあかんや。水田さん終わらなかったらあかんや。これも陽動。この先どうしますか。発動後逃げる。タコ糸結んだ後どうしたらいいですか、皆さん。換気扇回してドラム缶に隠れる。ドラム缶に隠れるのか。ドラム缶のじゃあチェックしようか。ドラム缶のチェック。ドラム缶チェック。あ、ないやん。そうなんですよ。だからさっきからドラム缶っていうワード出てるんですけど、ドラム缶どこにあってないって。全然コメントがちょっと俺、ごめんなさい、見れないな。あれ？本当だ、ウリエン使用者です。結んだら、離れのブレーカー付近のドラム缶。なるほど、離れはあるよ。離れのやって。あと、じゃあ出て、右。うん。あの、ブレーカー付近出てる。あ、すごいわかりやすい。今の、ありがとうございます。ブレーカー近くにドラム缶があるんで。ここか。だから、出て、うん。まっすぐ行って右のブレーカーのとこまで行けばいいんだ。そうすんだら。すごい。これリアルなんかな。これ今、2000人一回切ってんけど、まだ2000人バッて超えたわ。いや、リアルなんですよ。でもこれは、じゃあほんまに今2000人見てくれたの？そうです、そうです。すごいな。2000人の、思いを背負って僕らはプレッシャー。やっぱ、ちょっとめっちゃ頑張ろう。ドラム缶の裏にしゃがみましょうやって。Okay、ドラム缶の裏でしゃがむ、ま。ブレーカーの方じゃないって書いてる。ドラム缶は左下のブレーカーの近くやって。うん。OK、わかった？出るとき、後ろをついていった死人に気をつけろって。なるほどね。ああ、じゃあ視界ジャックした方がいい。した方がいい、した方がいい。今どこにおんのか。2000人の死人が。一回見とこう。あ、近いだ近いさっきのブレーカーのこしょ、これ近いだって言った近いだコン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 アクリルアクリル板あ、で、これがうん何したらいいのコメント見てますこれ台所換気扇動かすタイミングなかったっけってやっぱりあ、はさんありがとうございますお二人のわちゃわちゃプレイ見ていて楽しいです水田さん好きですありがとうございます僕も好きですみんなのこと大好きあの人どこ 歩いてるのかわからないなそっちのドラム缶じゃないってやっぱり来てるわ離れですって離れでしょ離れ分かってる分かってる分かってるうん今だ宮田さん声聞きたい何ですかあピタゴラスイッチねなるほどピタゴラスイッチこういうことかピタゴラスイッチ炊飯器ええんかな米炊けてない大丈夫米シュッ午後を炊いてんけど午後これじゃないですかドラム缶あるドラム缶あるよほんならどうしたらいいよほんならどうしたらいいどうしたらいい？今度はどうしたらいいの？隠れろって言ってたから、その通り、今でいいんじゃない？ドラム缶で隠れろって聞いて。何したいんですか、これ隠れて。隠れてどうすればいいですか？ドラム缶のぐらい。オッケーオッケー、今いいよ。いい？今いい、オッケー。よしよしよし。下ごらすぎて。ほんでほんで、皆さん教えてください。この後、視界ジャック。視界ジャックやって。視界ジャック。今視界ジャックして。そのまま待ってください。はい。視界ジャックしましょう。誰を視界ジャックするんですか？誰を視界ジャックすればいいですか？銃持ってる死人を視界ジャック。なるほど。いいんなら、イベントを聞きます。銃持ってるやつ、視界ジャック。スナイパーを。これか。スナイパーを。あっいけた。何何でした？あほらおおほらほんなら、門を抜け出しする。はい。玄関前、入り口のやつ。何マジでめっちゃなんかこう行かれてきたわ。出口のシビトジャックして、次。出入り口のやつ。出入り口の。これかあ、中入った。出入り口の。えスナイパーが台所入ったら入ったよ入ったオッケーオッケーほんなら入ったオッケー出ていいのほんならうん逃げるよ移動して玄関前の坂を行ってますよ行ってるね行ってるねあ出たんじゃんよっしゃーアクリル板を今それ叩いてみますうわーっしょー来たね
うわ、すごいやん。え、めっちゃ順調。30分ぐらいですか、今。20分ぐらいですか。いや、そうやね。30分ぐらい。よっしゃ。いや、水田さん、ありがとうございます。わかりやすい。それ皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱめちゃくちゃ、やっぱ一人でやるより絶対助かる、ね、これ。コメントやて。皆さんの。さすがですね。これ、みんな最後詳しいから。クラスター。クラスターすごいですね。ササピッピさん、ありがとうございます。お米で食べます。お米ね、5合炊いたんで皆さん分けてください。ね、1人1粒。よっしゃー、やったね。やったね。ちょっと。いや、危ない。いや、今日はだって僕の時間じゃないんでね。乾杯。ソーシャル乾杯。いや、乾杯。ソーシャル乾杯。ソーシャル乾杯。いや、じゃあこれで、僕、水田さんに宮田先生と牧野さんどっちもやってもらうこと可能になったってことですよ。次、牧野。そうです。いや、どうしよう。ちょっと。やった！じゃあ、これ、白衣脱いだ方がいいか。サイレン T シャツで。ありがとうございます、皆さん。楽しい配信ですねって。俊太君、俊太君。ドスさん、ありがとうございます。ちょっとティータイム行ってくるわ。もちろん、どうぞ。一番奥行ってもらって、もっと奥です。はい。はい。みちこさん、楽しく見させていただきます。クリア、頑張ってください。ありがとうございます。いやー、ちょっと、よかったー。そう、これがアクリル板ですよ。あんまり家に持ってる方ね、いないと思うんですけど、買いました。業務用だったんでね、お高かった。けどよかったです。おかげでね、こうやって水田さんに来ていただいたりとか、いろいろできるようになったんでね。江戸さんね、石田役の江戸さんにもね、助けていただいて、今来たよって方はぜひともアーカイブ見ていただけたら、ここまで何があったかっていうのをね、多分分かっていただけると思うんで。ありがとうございます。SDK かっこいい、やりありがとうございます。ちょっと今日髪の毛ぶちゃぶちゃになっちゃったね。バタバタしてた、すいません。どこのご家庭にもあるアクリル板すごいね、逆にそれ。いやー、ちょっとね、ここであれかな、セーブして水田さん待つ。音問題もね、よかったです、水田さん。すみません、こういう形になっちゃいました、音問題。やりましたね、朝まで生サイレン。ありがとうございます。やらないですよ。え？朝まで生サイレン。もう、配信終わった後も体中痛いんですから、緊張で。すごい、これ大変よ。そう、この生。マキロやって。そうです、そうです。マジで？ちょっと、とりあえずセーブします。すごいね、このアクリル板高かったね。で、アクリル板高かったんですって、これ。アクリル板、アクリル板台です。すごいですよ。これそうなんですよ。家にあるじゃん、珍しいぞ。珍しいアクリル板が見て。しかも映ってないっていう、これ意味あるのかね、これ。確かにね。面白いですね。コメント全部ね。コメントありがとうございます。ありがとうございます。本当に。読ませていただきます。スパちゃんもいっぱいいただいてますよ。うん、ありがとうございます。牧野さん、頑張れって。牧野さん、頑張れ。あ、センター分けにしなきゃって。そうか、大事ですね。なべさん。朝まで生サイレンありがとうございます。いや、朝までじゃないですけど、ありがとうございます。ね。朝まで生サイレンやってもいいんですけど、そしたらまたソーシャル的な問題とかも起きるでしょ。ね。大変ですよ。でもね、こうやって皆さんに楽しんでもらえるってのが一番ですから、三沢さんにもね、本当に楽しんでやってもらってて嬉しいです。ハサンもくれた。あ、スルギさん、ツッコミが。輝いてる篠田さん、ありがとうございます。本当にね、ボケてばっかりなんですよ、左の方。こんばんは。一生懸命頑張ります。声ちっちゃいですけど。本日のゲストは丸腰駆け抜け、置き去り逃げいろいろな牧野さんです。しゃが抜け牧野です。しゃが抜け、よろしくお願いします。さあ、ちょうど牧野さんのところに来ました。ちょっとメガネかけるわ。はい。よし。やっぱすごいですね。真ん中分けにしたら全然イメージ違うですね。牧野でーす。素晴らしいです。牧野です。真ん中分けしてそのメガネだと、うん、滝蓮太郎先生みたいな。あれね。音楽室にあった滝蓮太郎先生みたいな。ありましたね。見えますけども、うん。また素敵な T シャツ着てらっしゃって。かもちなみに。ならず。それ大連の G アス、墓場の画廊さんからいただきました。ありがとうございます。素晴らしい。ここにオンダーおるからね、オンダー。あ、いるんだ。うん。よっしゃ、行くよ。牧野家、何丸腰なんですよ。武器持ってないんでしょ。じゃないですか。ちょっとじゃあ、これで拭いてもらって。はい。はい、アルコール除菌を。一応ね。
アルジョします。アルジョします。アルジョいいな、アルジョ。アルジョ。はい、じゃあ、それも、はい、これもアルジョ。じゃあ、はい、こうして。ね。今、コロナに負けない。頑張りましょう。頑張っていこう、クラスター、ね。サイレンクラスターが。そしてこの夏盛り上げていきましょう、またサイレン。サイレンクラスター。2回をね、一緒に盛り上げましょう。さあ、水田さん。はいはい。じゃあ、どうしたらいい？教えてください。まずは、はい、僕もコメントをこれから読みますんで、僕もコメント担当します。頼む。皆さんもぜひともお願いします。お願いします。中田さん。マキノガンバ、マキノンガンバって言いました。ガンバ。はい。そして、ちょっと読ませてください。たくさん今ね、いただいたので。お願いします。4つ、数字さん、双子の誕生日代、お二人とも頑張ってください。ありがとうございます。うん。そして、アクリル板代、ありがとうございます。ありがとうございます。おもちさん。そして、中田さん、マキノガンバ、ガンバは読んだ。サクサクパンダさん。お二人応援してます。マキノ。宮田牧野が活躍するとか、また水田さんがやれたら素敵ですね。やりますよ、これからね。頑張ります。さあ、じゃあ行きましょうか、水田さん。頑張ります。どうしたらいい？ほんまに怖いわ。まず、今そのまま丸押してもらって、丸押す、はい、進みましょう。ああ、怖い。ああ、怖い。で、お丸？そうです。さあ、始まった、勝手な。初日、朝5時3分、11時。早っ。山さん、みんなどこに？あれ？ミヤオさん、みんなどこに？っていうやつ。何してんの？どこに？みんなどこ行ったの？置いていかれたの？置いていかれたの？これ、このやったとこと一緒ですよね。同じやつ見て、これループしてるってことなんですか？だから多分なんか、せ、同じとこ行ってなんかやらないことあるんちゃう？これも条件1一緒ですよね。行くよ。確か前にやったやつと。じゃあじゃあ、これ見て。ほら。あ、出た。そう。1終わったら2が来るね、こうやって。弓道場のベールを見つける。あ、矢尾さんの、矢尾さんのベール見つけるわ。さあ、ちょっと皆さん、コメント、チャット欄でぜひとも教えてください。お願いします。何をすればいいか。よろしくお願いします。ロコンさん、SDK と駆け抜けマイクに期待してます。アクリル板台の足しにありがとうございます。まずは視界ジャックしておくといいですか。はい。なぜなら丸腰だ。ちょっと一回しゃがむ、うん、で、さ、次もないのに何人いるんだ。結構いるんじゃないですか。あ、なんか歩いてるやつね、これいますよね。いや、めっちゃおるやん。確かに今日やってるけど同じとかやったんですよ。めっちゃおるやん。これ砂嵐ってやつね。あ、うわ、うわ、刃物持ってるよ。めっちゃ怖い。何してんのお前。もういい。条件1と同じで、うん、とりあえず最初は食堂の裏手まで行けばいい。食堂の裏手、地図。食堂の裏手、食堂、これが。これ食堂。わかります？うん。だから、うまいこと、彼らの死人の目を盗んで行くしかないですね。そうなん？僕はほら、前回駆け抜けたところ。見たよ。めっちゃ走ってたやん。そうなんですよね。結構ね、そこら辺にももういるんですよ。そうだから視界ジャック、結構ちゃんと見とかないと、はい、きついかった。弓道目なんです。こいつは大丈夫やろ。こいつずっと塞がってるけど。弓道女じゃなくて弓道目なんです。あ、弓道目。こいつ、いらんのじゃん。あの、草刈りはあれですよ。後ろ通れる。あ、そう。あの、いる、こいつ。こいつの視線、エキストラとして。います。これ、ずっと臭くってる。黙ってな、やんなさいよ、早く。あ、怖い。ああ、言うてる。公衆電話。関西人特有のこういう、なんか、盛り上げようみたいな精神ですね。公衆電話、あ、さっきのやつ、違う動きしてた。じゃあ、行きます。行きましょう。わからへん、もう駆け抜けろ。あ、また雨降ってるやん。雨多いですよ。ちょっと待って、これ赤いんちゃう？赤ワインちゃう？赤ワイン。赤ワインじゃん。必要条件無視するなら簡単。必要条件無視したくない。やりたい、なんかやりたい。食堂の裏手で一斗缶拾わないといけない。なんかブーって、もう見つかった。だから見つかりますよ。なんで？え、なんで見つかったの？もう。なんか来た。逃げろ。いや、水田さん、前回の僕の配信見てくれてたじゃないですか。戻るわけいかない。なんでやん。だって今ブルって言うたよ。生配信見てましたよね。見てた。ほら、降りてきた。あ、やばい。降りてきた。終わった。え、終わったの？終わったです。終わったよ。終わった。大丈夫、俺。駆け抜けましょう。こいつ近づかせて。近づかせて。
はい、前来た。引きずらせて、キュッていきましょう。あ、来たやろ。あ、でもあそこでしか行かないのか。ごいえ。ごいえ、ごいえ。お前、逃げた、逃げた、こいつ逃げた。あ、今、後ろ向いてる間に逃げるか。ダメです、今、逃げてみましょう。皆さん、一回、視界ジャックの、あの、あれ覚えましょう。全部こう、チェックすれば。はい。これ何回も視界ジャックする結構大変なんで。どうしたの？どうしたの？上上がった。七瀬ケイさん、楽しく見てます。目指せ、聞かないクリア、ありがとうございます。もう駆け抜けるわ。駆け抜け負けにいきますか？行くよ、いい。大年始。確か、上がって左前やん。そうです、そうです。行くわ、俺行くわ。で、その裏でなんかね、そんなもん行く。一等間を拾った方がいい。はい。ブルって言ったけど。まずは食堂裏へ。若き力で走り抜きましょう。大丈夫。またまた。大丈夫、俺は。ほら、見てみ。オッケーオッケー。あいつアホや。結局みんな駆け抜けるんだ。ほら、あ、それじゃないですか。あ、なんかある。あ、よしよしよし。ほんで。教えてください。ほんで、はい、一等間で、ちょっとゆっくり。はい、ほんで。そしたら皆さん、一等間今拾いましたが、どうしたいんでしょうか。一等間。しんどい。ナナさん、ナイスパチャ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、さっきのナナさん。暑い。食堂行ってやることがある。あ、ベールだけなら一斗缶拾って、物置登るだけでいいと。なんかじゃあ、なんかやりたいは、あの、ジェノサイドを無視してやりたいの。ベールは右下。マップ開いたことですか。はい。なんかやりたいことをやりたい。マップ開きました。はい。で、どこ行けば、現在は、今、食堂の裏、ね、裏におるね。ですね。うん、ほんで一斗缶拾ったところですね。ほんでさ、ここでな、一回 SDK やったときに、しゃがんでって言われてるの無視して、うん、SDK が一旦覚えてる。終了状況に。はいはいはい、はい。多分、あん中にね、入ってなんかしててん。あの部屋の中に。あー、この食堂の中で。食堂かもしくはここ、米屋か。あーはーはー。なんかあったの、俺、17年前にやった記憶が。なるほど。ほんまに。ちょっと行ってみていい？井上さん。水田さんが当て力してくれたら嬉しいです。音がもうちょい大きいと嬉しい。音ってどっちの音かって教えてほしいね。やっぱ音がちっちゃいんか、ゲームの。今日はちょっとね、どうしてもね。なんかね、ちょっとトラブルがあって、吉村双子のね、ちょっと呪いで。いや、本当に怖い。初めて。今日だけ。ほんまにおかしいやん、こんなことがあるって。完璧にやりたかったけどな。手拭い、そう。手拭い凍らせようって来てるやん。これ。やった覚えてる。食堂行くなら第一条件でやらなかったタオルを。あ、それやりたい。それやるわ。で、まず、うん、ちょっと、しゃがむと思う。まあ、今日はゲストなんでね。やらして。手の方にやらして。やらせてあげましょう、しょうがない。やらして。あ、そこじゃないですか、今。え？今そこなかったですか、ドア。あった？ほら。ほんまや。ドア開けるのどうすんの？丸です。きた。これ。これここ？なるほど。これここ。閉めとこ。ほんで、これアイスクリームが昔こう入ってた駄菓子屋で。入ってたやつ。ここのね、手拭いがあるはずや。なんかあったよ。新聞、いた。これなんか新聞もある。今日音は視聴者側の調整で、そうですね、なんとかすみません、お願いします。すみません。どっちが大きいとか あった方がいいですか？声が大きい方がいいとか、バランス教えてください。なんかなかったっけ？ゲーム音が大きい。なんか大きいとかね。これ何？鍵がかかってるって。あれ？タオルどうした？そこじゃないですか。え、これ冷蔵庫みたいな。そう、何もできへんねん、でもこれ。あ、あった。ほら。冷蔵庫。でも開けてないんですよ。ほんで手ぬぐい取りに行って。どこに手ぬぐい取りに行くの？手ぬぐいは物置小屋だっけ？と教えてくれます。え？物置小屋？物置小屋ってどこ？物置小屋ってここにないねんけど。理髪店、散髪？手ぬぐいは石川家の石川家これ鍵かかってる物置の中。そこ行くの？いやだってあなたがやりたいって。ちょっとやりたい言い出せたから。時間ない？いいです、いいです、やりましょう。もう好きなのやってください。僕はもう恩田さんをやるってことで、もう諦めた。あるし、いやもう僕の条件は普通条件達成しました。終了条件。こいつが電話ボックス見てるから鍵をかけるって書いてるよ。なんでこんな意味ある？実手拭いはいちいち鍵をかけるってあるときは鍵をかけてみよう。確かになんか意味ある。なんかあるんじゃない？わざわざある。
音は今のままで大丈夫。ありがとうございます。覚えてないわ、全く。ほんで、ごめんなさいね、ちょっと待ってね。地図を見よう。うん。石川県とこにあるの？二人の声が、もうちょっと近くてもいいか。二人の声が、逆に。こっちにしよう。あ、いいよいいよ。せやな、俺でかいから。ちょっと声が大きい方が一人俺でかいからいらっしゃるんでね。手ぬぐい濡らすには倉庫行かねば。倉庫行けって。倉庫ってどこ？倉庫。え、わからへん。結構こう、建物多いんですよね、ここね。もう、やっぱりやめとこうか。やろう。石川家行くわ。石川家行く。死んだらごめん。でも、死んだらごめん。もう行こう。なんか、やろう。なんか、挑戦しよう。で、出て、石川家のかな道行って、ね、ちょっと駆け抜けてみるね。手ぬぐいは後でと、難しいなぁ。わからないからな、こう言ってもらっても。倉庫の鍵解除が必要ですからですよ。どうやっ、あ、鍵。開ける。あ、しんぽ。水さん、はい、明るくありがとうございます。頑張れって言ってくれ。頑張る。開けたよ。開けたよ。僕も当てれっこしたいんだけど、全然最近出てこないんですよね、スナッキョウへ。ほら。こいつらがもうどこなのか、全く分からへん。この人たちが、この人。この人で、公衆電話ってどこなの？これが公衆電話？あ？バス停とかあったね。バス停なんてあるんですね。うん。いや、ちょっと行ってみるわ。え、ちょっと待って。俺が今あそこだから道沿いに行って左に走ればいい。なんかすごい難しいこと言ってますよ。みんな室内のラジオをまず聞いて石川家のやろう。どうしたらいい？何のこと言ってんのか分かんない。どうしたらいい？コンセント。ん？石川家やっぱり行かなあかんやろ。こっち道行くわ。ちょっと行くわ。なんかコメントが今いろんな渋滞してますね。なんかいろんな情報が出てて多分あの多分こいつらがいいや。ジェノサイドエンドを教えてくれてる人たちと、うん、なるほどね。いや、なんか、水田さんが好きにやりたいって言ってるから、もうじゃあこう、あれもこれもって言ってくれてる人が、ちょっと大渋滞してる可能性がありますね。どうしようかな。コメント見てくれ、シュナーさんって言ってる。見てます。はい、見てますよ。そうで、そういうことですよね。ちょっと理解しました。今やと思う。おった！おった！おった！なんかおった！逃げろ！そう、石川家行っちゃいましょう。走ってそのままね。これ石川家どう？石川家これどこ？何家？地図地図。あ、何家？マップマップマップ。うわ、なんか見えた。一等が。あ、落ちてきた。何？使うってきた。ほら見てみ。お、まさかベールいけんですかこれ？え、分からへん。なんか分からへんけど今三角押したら。落ちてきましたよね。三角。あ、あ、なにベールや、ベールや。見ましょう。あ、なに？ベールじゃん。なにこれ？え？ヤオさん。ヤオさん。急にどうした？治療条件達成者もしかして？え、いや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 嘘でしょ。何の振り？何今さっき、いや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 奇跡起きた。いやいや奇跡が、ちょっと待って、奇跡が出たよ。ちょっといいですか？すごない？一回ハイタッチしましょう。え、アクリルハイタッチ、アクリル、ちょっと待ってください。え、何？え、俺理解できない。熱っ。え、ちょっとちょっと待ってください。コメント見ましょう。理解できない。え、何？え、石川家行くとかなんか全部やりたいだなんだかんだ言ってませんでした？言ってた。ほんで、なんか急に、しびとに見つかって、走って逃げて、落ちてきて、しびとが。しびとが一斗缶置いて、なんかしびとドーンってそこいましたよね。ちゃうねん。横に。急いだら、三角押してん。はい。三角押したら、何が出るの？一斗缶を使うって書いたから、うん、ま、すぐに丸押してん。そしたら、ベール見つけて、ベール見つけた。これ、これはーって言って。そんなことある？こんなことある？これ合ってんの？これはもう吉村双子の呪いの上行った。上行きましたね。斜め上行きましたね。やったよ。ちょっと俺、今理解できてないです。初。やったよ。やった。ミラクル、いや。ミラクル。ほら、よく三沢さんが、うん、僕の配信見てくださって、うん、ミラクルみたいな言ってくれるじゃないですか。うんうん、こんなこと起きるんですよ、ミラクル。すごいね。これがサイレンなんです。気持ち悪い。やったよ。いや、ちょっと今の俺アーカイブでもう一回見たいわ。攻略本見ないで、これやったよ。できたよ。奇跡じゃん。奇跡じゃん。しかも終了時計2の方ですよ。ちゃんと2の方。ほんまやん。ベールやん、あれ。奇跡。赤いの、なんかぶら下がってるな、思ったら。これなんかやんなきゃいけなかったことありました？でも、ジェノサイドだったらこれで OK ですか？皆さん、ちょっとそういうの教えていただきたい。A みたいに書いてる。A と、うん、OK。え、めっちゃすごいやん。いったー、なんかもう覗いたい。
クリアはできたけど、今度篠田さんが一人でやらないといけないです。セーブをとか言ってる。セーブをって、左にセーブ、セーブ手拭い必要とか言ってるよ、多分。あ、宮、ね、それはあれじゃないですか、手拭い新エンドじゃなくて手拭いやってないから宮田さんが大変で書いてる。ゲなんてことしてる。宮田先生がクリアす、あの、苦労するだけってなんてことしてる。わからん。じゃあ、あの、その時はじゃあまたゲストでぜひ。あ、ぜひよろしくお願いします。お願いします。来ていただいて、自分のやったことは、牧野がやったことは宮田自分でケツを吹けと、はい、ケツ吹いていただいて。なるほど。もうだって行っちゃったんでしょうがないです。これはいいことですから。そうだ、ちょっと待って、この後さ、はい、宮田牧野はもう飛ぶんないってこと。いや、ちょっとこれを見ないと順番的にどうなの。ちょっと見ますね。うん、一度セーブしますよ。桃中菜さん、ありがとうございます。こっから戻った方がいいって言われる可能性あるかな。別のところでクリアしとこうかな、セーブ。えやっぱよく考えたらあそこからやばくなったって言われる可能性あります。あ、ほんまやね。ちょっと別のところやってみますよ。なんで1時間使ったんやっていう。ちょっともうちょいやろうよ。え、今何時間経ったんですか。2時間。2時間です。あ、2時間経ってないね、まだね。はい、今日まだあと、10時間ぐらいね。ちなみに次のとこ調べますね。はい、次調べましょう。あ、皆さんここまでぜひとも、あの、ありがとうございます。いいね、コメント、いいね、そしての拡散までやってるんでね。そしてチャンネル登録、今何人？各々の僕のチャンネル登録と水田さんのも、ぜひともありがとうございます。お願いします。2087名です今。わちゃわちゃやっております。すいません、ちょっとねトラブルありましたが、なんとか音大丈夫だということでこのまま進めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、お時間ある限りお付き合いくださいね。水田さん。はいはい。奇跡2。どうした？次宮田先生です。うっせやん。この後宮田？すごい、本当に？え、この後宮田なの？6ページ。え、手拭いを凍らすんじゃん。ここでいきなりやばいことになるじゃないですか？宮田やばいゾーン。手拭いは必要。あ、本当だ。次宮田さんが。え、手拭いじゃないですか？え？何？同じとこですもん、さっきと。今やった。さっきと今のとこやん。あ、だよかった。一応こっちにしてよかったですね。だから手拭いなんかせなかんちゃう、やっぱり。で、挑戦してみましょうよ。一回、この手拭い。だみんなでここが進化を問われますよ。うん、なるほど。あのサイレンクラスター見てくれてるサイレンファンのみんなの、さあ今三田さんは、奇跡的に条件2を牧野さんの条件2クリアしました。ステージクリアしました。一回も死んでないよ。どうやら手拭いと言われてるものをやらずに来てしまった、うん、でその後どうやらその宮田さんとこ行きますよと、うん、ここでどうやら必要になるんじゃないのかと思うんですけど、うん、皆さんさあ知恵を貸してください。何をすべきか。お願いします。ゴールはジェノサイドエンドですよ。コメント、そのために必要なもので、ぜひとも皆さん。チャットはやっぱり俺の携帯があかんのかな。あ、手拭い使うのはまだなんだ。T. アマコさん。あ、じゃあ手拭いまだいらないって。じゃあいいんじゃないですか。気にしなくてどんどん行っちゃってね。手拭いは条件2で。ネイルハンマー。あ、ネイルやって。ネイルハンマー。来た。あ、来た。ネイルハンマー。来ましょう、じゃあもう一回。あ、お前、お前。あ、ちょっと神もあれする。はい。すいません、なんか先輩になんか指示しちゃう。いやいや、今のね。あれすごい。早く着替えろよな。いや、ありがとうございます。いや、すげえな、三沢さん。さすが持ってるな。面白い形で、ねえ、ここまで来ましたけども。あ、なんとか、手拭いのとこなんとかなる。うん。ちょっと老眼が進んでね。素晴らしい。17年経ちました。17年経ったら老眼が進ん、老眼じゃねえよ。ありがとうございます。僕はジェノサイダーなんで何も変わらないっていう。それでは皆さん、いきたいと思います。お付き合いください。成功をお祈り申し上げます。やるわ、やるわ。ちょっと頑張るわ。ちょっともう、ね、まあ順番で言ったらこう来たんで僕かもしれませんけど、ここはせっかくなんで、いや見て、行きましょうよ。ええの。だって僕これからずっとやり続けますから。ちょっとコメントあれし、あ、はい、置いてもらって、拭いてもらって、ね、拭いてもらって、いろいろ。僕コメントちょっと見ますね。ね。皆さんからの、はい。じゃあコメント教えてください。よろしくお願いします。じゃあ行きますよ。続きまして、はい。行くよ。行ってみましょう。オッケー、行こう。聞こえてんのかな、音。大丈夫、全部。あ、なんかあるんじゃん、あれ。ムービー聞きたい、うん、ムービー聞きたいわ。聞きましょう、聞きましょう。しょ、こいつの芝居、大丈夫か。助けて。みんな、もしかして、宮田先生。私、オダミナの妹です。リサです。妹、私、お姉ちゃんに会いに行こうとして、お姉ちゃんは無事なんですか。お姉ちゃんはどこですか。はあ、サブか、サブか、はあ、みなと思いきや双子か、リサ
いや、なんでやってるなんでアテレコしてるの SDK が。全然今日出てこないんで。あ、そうか。はい、もう。思わず。みんな。宮田先生ですか？いやいや、二度や。何それ今の。何今。恩田理沙と川の上流の到達ですよ、はい。なるほど。よっしゃ、行くで。よっしゃ、行くで。どういうステージなのかですね。ちょっと教えてくださいね、まずね、やり方。はい、僕コメント。私も宮田さんを探してたんだ。はい。とりあえず一緒に病院。私も皆さん、あ、なんかおる、早速いる。すごい。え、腰悪いかな、あの人、なんか。武器持ってます、今。病院、持ってますね。武器持ってる。まあ、そう、じゃあ最強だな。ほんと、え、じゃあでも、あの、メールハンマーを取りたい。一回地図見ましょうか。オッケー。で、スタート地点、だからさっきのとこと。ちょっと、スタート地点が違う。なるほど。スタートそこで、だから戻ってんじゃないですか。逆行ってんじゃないですか。逆から来てる。で、ゴールが、なんでしたっけ。これやろ。あ、あ、これやろ。ああ、そうだ、そうだ。だから川のとこじゃないですか。さっきの、戻るわけにいかないみたいな言ってたとこじゃないですか。あ、あっちに行けばいい。で、その間に何かをしなきゃいけない。あ、それは何かを知りたい。え？うわ、びっくりした。いや、そうです。一緒にいますから。あ、で、一緒に投稿してるときは、来いってしないと来ないです。あ、そうか。来い。ちょっとコメントがまた、おーっとーっと来ましたね。今、リサ、お前、双子か。なんでか、なぜ、どうした、双子なのか、どうした、目がどうした、目が疲れてないのか、いけるか、一緒に行けるのか、食堂に行く前のゴミ箱って何て言えばいいんだろう、肩がちょっとどうした、鼻がムズムズしてるのか、花粉症なのか、何やってるんですか、何やってるんですかじゃないんだよ、ゲーム実況してるんだよ、ゲーム実況、今生ゲーム配信を SDK と一緒にしているんだよ、 SDK の逆バージョンで進む、どうしたらいいの、どうしたらいい、え、バス待つ、ここでメールハンマー、まず順番で教えていただきたいですね。こっから何をするべき、ちょっと隠れよ、しゃがめ、しゃがんでの、しゃがんでの、しゃがんでのかい、しゃがんでましたね君も、ちょっと待ってください、ちょっと俺についてこいよ、俺について、俺についてこい、三沢さんすいません、はい、あのいろいろなこと言ってると、はい、そっちでコメント拾っちゃって全然来ないんでごめんなさい、はい、それは何度も言ってますよね、自分のチャンネルでやってください、はい、すいませんでしたこれはサイレンをクリアするという、はい、なんかさ、はい、倒れてんだけど、リビオンのあのバーバー、あ、本当だ、ぐるぐるしてるね、ほんでどうしたらいい、最初何すればいい、今ね、いや、ちょっと待ってください、ちょっと落ち着くまでダメだな、今、三田さんの声になんかいろいろみんな言っちゃっててすいません、静かに来ます、何やってるの、だから今、生ゲーム実況始めしてんだよもうゲーム実況やめちゃうことだ、ゲーム実況ね、お疲れした、ありがとうございました、いや、ダメダメちょっと待ってください、右の肩がちょっと、まずやることは視界ジャック、視界ジャックします。視界ジャック、はい。これで、あ、なんか、こいつ。銃持ってるやつに気をつける。あ、こいつや。あ、上におんねん、上におんねん。ほんとだ。こいつが多分どっかよそ見するときあるんちゃう、そういうことは。まずは、食堂裏に行きましょうか。食堂裏。はい。はい、で、草刈ってる、あの、あれが、今の草刈ってるやつがいるんで、うん、それをしゃがんでこう、しゃがん抜けするか、ね、倒しちゃうか、どっちか。食堂、あ、すぐやん、でも。じゃあ、そうです。沿いに行けばいいやん。そうです。食堂裏行きます。で、行くよ。銃に気をつけてくださいね、さっきのね。はい。歩いた方がいいのかな。あ、今多分違う方向向いてるわ、今のうちや。あ、いいですね。いいでしょ。あ、これでもう銃のやつからは見えないと思う。で、痛い、右です、右に痛みます、ほら、あ、ほんでほんでほんで置いてってません、来てます、わからん、うわ、性格出るわ、ちょ、なんで来てるから、あいつ来てるから見てみあ、でも後ろ来てました、ダメだ、ミサさん、ダメです、倒されるよ、ダメです、ミサさん倒すって、後ろ、来てたんで、あ、ほら、おい、どうや、で、ほら、逃げて、あっち行っちゃいますから、ミサ、来い、あ、やばい、あいつ、あ、やばい、銃、うわ、銃や、あいつ、ほら、あいつ銃や、あいつ銃や、うわ、うわ、あいつ銃や、やばい、しゃがめ、うわ、何も考えないでやるからこういうことになるんです、あれ、ライフルじゃない方や、そうです、あの、だから歩き回ってる方です、自分だけ助かってもうた、最悪やん、なんかしゃがんでた、性格出るわ、おい、この言い方、性格出る、僕だっていつも絶対振り向きますもん、振り返って、見るか見るか噛んでるやん、絶対、なんか慣れてへんやつの言い方や、いやいや、
性格出るな。私も皆さんを探して。私も皆さんを探し。ガサツやわ。ちょっと聞いて。もう2回目だからいいんですよ。2回目はゲーム配信2回目は切っちゃっていいんですよ。あ、そうはい。で、あのライフルをまず見る。こいつで、はい、こいつが見てない間に多分行く。なるほど。でも言っても方向は合ってった感じしますね。そうそう。うん。そう、まず来いって言うと来い。そうです。だいぶ慣れてきたよ、すみません。ほんでほんでね。ほんでほんで。こいつ全然よそ見せえへん。よそ見。え、うん、いいのどうしたらいい？あ、恋して、うん。寄せに行けの逆バージョンで今みたいに進んでって、ゴミ箱からネイルハンマーを取りましょう。今よそ見したあいつ。しました。うん、よそ見した。で、そこ行って、で、そこにいるじゃないですか、ほら。あいつ気をつけてください。こいつも、ほんでどうしたらいい？倒す？気づかれてる。気づかれてる。ほら、向こう側にいるんです。あそこから、あれに気づかないんです。だからしゃがんでいかなきゃいけないんです。ちょ、なんなん、もう。でも同じやつに2回殺されてますよ。あいつ絶対許さん。あいつ絶対許さんぞ。リボルバー。だから言ったじゃないですか、サイレンに走るっていうのは、牧野さんしかないです。な、私も皆さんを。私も皆さんを。とりあえず一緒に病院。一緒に病院。ね、そこでしょ。はい。こいつやろ、こいつが、なんかよそ見せる間にでしょ。うん、あのリボルバー、あ、え、あ、しゃがんであそこをすり抜ける。 K さん、ありがとうございます。ありがとうございます。しゃがんで、え、いや、さっきの草むしりのところのはしゃがんで、あそこのところでしゃがんで、そしたら向こうから見えないんです。あ、そうなんや。あ、なるほど。手やり過ごした方がいいです。 OK、 わかりました。俺サイレン初めてなのに、だいぶ人に説明できるまでになってきた。もうこいつまだよそ見せえへん。あ、来た、今や、今や。走ったな、ゆっくりゆっくり、ゆっくり走っとるやん。走ってしまうで、で、そこで、そこの裏に隠れたら、そうでしょ。そうです。それ多分見えてないんですか、あいつ。見えてない、あいつ見えてない。で、こいつのバレない、しゃがんだまま。どうですか、今取れますか。どうですか、今収穫ありますか。ね、ちょっと後ろすみません、失礼します。ごめんなさいね。さすがですって。気づかないでください。気づかないでくださいよ。リサは来てんのかな？リサ、リサ？あ、来てんの。リサ来てます。そろーりそろーり。そろーりそろーり。そろーりそろーり。ほいでほいで。って書いてある。あいつリボルバー折ったとこ、ここや。ほら、酔っ払いには難しいゲームって書いてある。誰が酔っ払いやねん。そこにリボルバー折ったよ。リボルバーが折ったよ。なんか料理作ってる。うわっ。何よ、これ。え、何してんの？食堂の中ですか？え、嘘？ちょっと待って、ここゴミ箱まで行ってネイルハンマー取ったわけです。あ、ゴミ箱にネイルハンマー？はい。あれ、こいつなんか見てる、ポスト見てる、六角。どうしたらいい？どうしたらいい？次どうしたらいい？ゴミ箱ってまっすぐ？これ。え？ちょっとマップ見ましょう。はい。次何すんの？次俺は何すんの？今俺台所におるよ、この裏。ほんで？台所じゃあ食堂よ。あ、え、石田さんなんだ。さっきの食べてる手。え、あれ石田さんなん？江戸ちゃん？みたいですよ。今日すごいですね。あんな電話くれて。今料理して再登場？江戸ちゃん何してんの？忙しいなおい。江戸ちゃん。ほいでほいでほいで。次どうしたらいいの？もしこん、もしこんで有名でした。昔ね、電話出るとき江戸さん。もしこん。もしこん。江戸で。どれ？昭和やね。はい、昔よくそうやって電話で。あ、いいね。え？あれですよ。だってあの。サイレンのお披露目のゲームショーでね、お披露目出た時にみんなで打ち上げして、はい、ミサさん来れなかったんですけど、あ、幕張の、そうそう、スタッフさんとかと打ち上げして、江戸さんも来てて、江戸さんお酒飲め、ね、飲まないんで、うん、車で来てたんですよ、うんうん、で僕はさんざん飲んで、あのワンボックスでしょ、そうです、ワンボックスで帰れなくなって、うん、僕は車乗せてもらったんですけど、それで気持ち悪くなっちゃって、うん、江戸さんの車から外に向かって入っちゃった、おいおい、昔ね、めちゃくちゃ、はい、昔ね、で気がついたらあの江戸さん家で寝てました。何年前の話それ？17年前。サイレン出た時ですか？すごい。はい。17年前のエピソード出ました。そう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 。ありがとうございます。20歳、21ぐらいですか？2か。僕ね。まずこれスパチャ。え、クイーンさん？クイーンさん？モチさん、ありがとうございます。モチさん、ありがとうございます。なんで次俺何すればいい？
さあ、こっからまず、はい、教えてもらう。ちょっと待って、はい、皆さんのコメント言いましていただいて、まあ、2時間ちょっとですね、うん、でもゲームスタートしたの結構遅かったから、最初、まあ、スタートはしてたんですけど、なかなか進まなかったっていう、ね、いやいやすごい、面白いですよね、面白い、面白いね、そうなんですよ、なんかもう喉乾い、あ、飲んでるわ、めっちゃ大変やん、これようやるな、これクラスター、あ、いや、今江戸さんとのエピソード入れたらコメントなんかそっちで埋まっちゃった、あらま、すごい、今2083人だ、いや、ありがとうございます、本当にありがとうございます、ねえ、音もなんとかね、うん、なんとか聞こえてるということでよかったです、いろいろトラブルありましたけれども、うん、はい、ね、アクリル板ありますね、うん、これで今緊急事態宣言もいいそんな話でいいか、今日の吉村双子の生誕祭ありがとうございます、ということで記念で、記念というかたまたまでございます、後付けの吉村双子生誕祭、食堂の近くにあるゴミ箱って書いてあるんで、はいはい、そのまま抜けていくとゴミ箱あるんじゃないですか、あんの、じゃあこのしゃがんだままの方がいいかな、もう歩けるかな、ね、ここはちょっとこのこれ抜けたらちょっと立つわ、うん、あれリサおんので、ネイルハンマーの方がやっぱり強いみたいですね、リサちゃん、あー、いてるね、なんならもうちょっと前行って立つよ、もう立つの、もうこの先おれへん、誰か、あ、なんかハンマーなんかしてるよ、こいつネイルハンマーじゃん、あ、こいつのネイルハンマーじゃん、いや、違うでしょ、あ、今そこに来てる、どこに、今行かない方がいい、どこに、ほら俺あの後ろやろ、あ、こいつ大丈夫ですね、このままこう来てどうすんの、こいつは、ちょ、見ときましょう、見張りましょう、はい、こいつだから今近いじゃないですか、あ、近い、あ、トントンそこするんだ、え、そこどんどん押したらいけなくなる、だから多分こいつをチェックしたらいいですか、そっかそっか、倒そうにも、ああ、ほんでこいつが離れるの今や、多分今や、はいはいはい、ほんでどうすんの、え、何すんの、ゴミ箱探しましょう、次ね、食堂近くゴミ箱ないよ、ほら、ちょ、出たとこじゃないですか、その裏とか家とか行ったら、あっ、あっ違う違う、もうちょっと多分、あっ、あ、落ちてる、え、何が、ネイルハンマー、嘘、見えるじゃないですか、見え、ゴミ箱の中、やった、でも今撃たれかけてます一回逃げましょう、え、走って逃げるわけです、今押されへんボタンを、怖い、ネイルハンマー手に入れました、で、ほんで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 、え、なに、来た来たー、ネイルハンマーを入手したら、入手したよ、叫んでシビットの注意を引き、食堂の裏側、裏口付近誘導してから倒しておく、難しいな、すぐに、多分すぐにネイルハンマーをなんか装備するみたい、今見たら、でも今はもう撃たれかけてるんで、多分一回避けた方がいいです、パチンって光りましたね、戻った方がいいんですか、今の方に、これで、あ、死んだ、これをこうすんねん、うん、こうするやろ、ほんで27歳のね、宮田志郎、三田のバゲでいました、ネイルハンマー、お前どけ、ほら、こいつを倒してましょう、違う、見えへん、見えへん、見えへん、うわー、うわー、最低ー、あー、これあれですね、恩田さんはだいぶ弱めですね、すぐやられてしまうな、でもだいぶ途中からスタートまだしてくれるんじゃない、確かにそうですね、ネイルハンマーからがいいですね、ちょっとコメント見て、うん、ネイルハンマーまで行ったら分かった、あ、ここでネイルハンマー拾ったんやったっけ、覚えてないわ、ちょっと一瞬コメント拾っておいてください。OK。で、ちょっとあの確認しようと。ちょっと、じゃあコメントすいません。今、読ませてもらいます。いいところに来たんでね。ネイルハンマーを食堂裏に待機させておきましょう。何を？あ、リサを？あ、なるほど。あ、なるほど。あ、リサを待たしとくんや。リサはスタート地点に放置で OK。え？マジで？リサに待て。リサに待て。食堂裏で女さん待たせる。なるほどね。みんなはかなり耐久弱い。待てとか隠れるとか逃げる。ああ、なるほど。使いましょう。はい。四つ辻四季さん、ありがとうございます。ネイルハンマーゲットおめでとうございます。ありがとうございます。めでたい。スタート地点放置条件したとダメ。ネイルハンマーを食堂裏に待機。なるほどね。あ、だいぶでも分かったよ。リサに恋してリサに待て。何を言うとんの、ネイルハンマーを待機は草。草。ね。リサは食堂裏に待機。あ、わかった。一回、じゃあ、リサは、待っとけと。なんか、え、声が。今ね、向こうで聞いてました。音量バランス。合ってんの？はい、大丈夫です。あ、今チェックしてんの？はい。これどうしたらいい？じゃあ、これ。
や、待たない方がいい。あ、いや、やってもいいですよ。やらんとく、ちょっと待つわ。今まで皆さん楽しんでいただいておりますでしょうか。実況生配信というのを初めてさせていただいておりましてですね、SDK が本気でサイレンという企画をやるということで、あ、テミーさんかな、ありがとうございます。吉村兄弟生誕祭ありがとうございます。はみんなでハッピーバースデー歌いましょうね。篠田くん帰ってきたらハッピーバースデーを歌ってもらいます。ハッピーバースデーディア、吉村でいきましょうかね。いいですか、練習しましょうかね。 SDK が帰ってくるまで、ハッピーバースデートゥーユー、そうハッピーバースデートゥーユー、はい、ハッピーバースデーディア吉村、はい、ハッピーバースデートゥーユー、これでいきましょうね。吉村生誕祭、これを多分ね、ハッピーバースデーしてないから、多分なんか呪いがね来て音響がダメとか、うん、なんかこうシステムが OBS がどうとか言うてますけども、ハッピーバースデー確かに今日してなかったね。これが原因だということに、私は気づきましたね。アーカイブ、気づきました。私これをクリアしとかないと今日のクリアにはならないという、まあ、こういうことなんじゃないかなと。 MTK さんありがとうございます。かっこいいです。ビーカーでコーヒー飲むのかっこいいです。ありがとうございます。あ、ビーカーか。ビーカーで。ねえ、ビーカーです。これ、ビーカー。ありがとうございます。だから SDK 戻ってきたら、ハッピーバースデーを皆さん歌ってください。ぜひね。一緒に。大合唱しましょう。2040人の大合唱。ハッピーバースデー、ディア吉村。ね。ぜひ。吉村やとどうなんかな、二人ともちょっといろいろ思い出すんかな。だから宮巻にしましょうか。宮巻、ハッピーバースデー、ディア宮巻、あ、ディア、宮宮巻になるから、ディア巻宮にしましょうか。ね、牧野の方がお兄ちゃんなんで、ハッピーバースデー、ディア宮巻、ちゃう、巻宮。いや、SDK 帰りました。はい、すいません。SDK、ちょっとね、ちょっとゲーム、はい、なんで今日いろいろトラブルがあるか分かったんで、うん、何ですか。なぜかというと今日吉村双子生誕祭やのに、はい、ハッピーバースデー歌ってない。確かにこれはね大問題っていうことに気づいたんです。なるほど。今皆さんと会話してて、うん、2000人以上のハッピーバースデーを今日はちょっと送ろうやないか。ああ素晴らしいじゃないですか。皆さんいいですか、うん、SDK ちょっと一緒に歌ってください。もちろんです。ハッピーバースデーミヤ、ミヤじゃない、ハッピーバースデーディア、宮巻でいきましょう。宮巻。宮巻で皆さん一緒にお願いします。じゃあ、鈴木ちょっと歌ってくれるじゃん。はい。ハッピーバースデーと言うから。はい。ではね、本日6月6日は、はい、宮田牧野さん、改め、まあ、吉村双子のお誕生日ということで、うん、ありがとうございます。僭越ながら私、津田京也から、ハッピーバースデーの音頭、取らせていただきたい。お願いします。宮巻ね。宮巻でいいですか？わ、はい、かりました。できます。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Miyamaki. Happy birthday to you. おめでとうございます。ありがとうございます。これでもう今日はもう間違いなくクリア。ありがとうございます。ありがとうございます。一緒にね、やりました。さあ行きましょう。ありがとうございます。行きましょう。うん。これでいける。よし。よし。僕もこっちに切り替えてね。アセロラレモンジュースに。アセロラ言うてもてるやん。よっしゃ。オンダリサを台所のとこに置いておくね。はいはい。私も皆さんを探してた。私も皆さんを探してた。とりあえず一緒に病院に。あ、口の上さんかな。ハッピーバースデーディアミヤマキ。ありがとうございます。ブラコンさん、ハッピーバースデーディアミヤマキ。ありがとうございます。で、これを一回声にしといて。うん、で、あいつ、銃のやつはライフルがいます。もう行けるよ。行きましょう。もう一度。これ見とくの意味あんの？実はどうだよ。どうでしょう。まあ、よそ見したときいつも言ってるけど。水さん、ハッピーバースデー双子。ありがとうございます。赤い水の正体はセロラだった。そうですね。これは関係あると思うんだけど。一応チェックしてたらいいですか。やってた方がいいよね。うん、一応やっとこう。もし撃たれたら嫌やもん。そうですね、うん、この音。そうなんですよね。あ、梅や、ついてこいよ、リサ。
歩いていくから。歩いて行こう。歩け。歩いて行こう。すぐ走る。もうね、怖くなんね。ほんで、ここで。しゃがみですね。素晴らしい。後ろ失礼します。まずはネイルハンマーを取りましょう。オッケー。最強の武器。もうちょっと相手してられへんから、こっちはすいません、うん、もうちょっと早くしゃがんぬかられへんから。ササミッキさん、ありがとうございます。宮巻バースデーケーキだ。言うてる。どうして、なんで笑ってんねん。ロンレアコさん、ハッピーバースデー。マキロさん、リサは、リサは来てる。リサどう。リサ、オッケーオッケーオッケー、来いよ。あ、でもここまだしゃがんぬけなかった。しゃが抜けて冷静に行きましょう。冷静に行こう。これはもう死なない。うん、ほんで、どうするんだっけ、さっきの。まずは、あ、ネイルハンマー。はい。で、どっかにリサを置いておく。そうそう、ここで置いておくね、多分。このプロパンガスの裏あたりで、うん、置いとけばいいんじゃない。なるほど。もう抜けたかな。そう、こうするでしょ。こうしといて、で、リサを確認するわ。はい。リサ、OK。お前。後藤さん、後藤明日さん、ありがとうございます。ハッピーバースデー。リサ、リサ、ちょっと、リサ、ちょっと、待て。リサ、待て。わかった？わかったか？リサ。返事は？ワン。あ、大丈夫だ。ほんで、ほんで、はい、この、こいつら多分スカイジャック。江戸ちゃん。食べてるなぁ。スカイジャック、どこの方法、あ、びっくりした、こいつ、リサの目線。これリサの店やん。うん、そうですね。リサもスパイジャックする。今じゃない、あいつ離れてる。あいつが離れてるから。あ、なんかおる。あ、やばい。あ、やばい。どうしよう、見つかった。どうしよう。倒しましょう、まず。やっちゃいましょう。はい。オッケーオッケー、もう一回。もう一回。よし。よっしゃー。で、ネイルハンマー。で、ネイルハンマー行っていい？ちょっと、銃は銃か、銃か。歩いてる方の銃です。こっちじゃなくて。あ、そうか。たぶん歩いてる方ですね。あ、怖い。これか。え、こいつ銃。こいつだ。今見てるね。今見てるね。今見てたね。銃。ロックし。今こっち見てるよ。はい、ロックしました。はい、ロックした。そしたら、もう一回、よそ見した。やったらすぐ、そこも見れる。なるほど。L2押したら。なるほど。あ、歩いてきた。こっち来た。近づいてきた。こっち来たよ。え、どうしたらいい？え、ゴミ箱どこ？ちょっと待って、怖い。ここに来るよ。こうしよう。で、そいつ生き返ってくる可能性があるんで。あ、そうなの。待ってる間に？はい。時間経ったら生き返ってくる。え、今ゴミ箱見てるね。見てますね。あれですよ。あそこあれあれ、あれやと思う。なるほど。多分あれ。じゃあ一番今タイミング的にダメですよ。あれ今一番の。で、走んない方がいいじゃないですか。走んないで、こいつがよそ見したら、こいつどっか行けやん。あー、なんか前もそうだったな。こっちに覗いて、これ今の間ちゃう、今の間ちゃう。なあ、ネイルハンマー行くよ。俺走んない。なんか今ブルって来ました。もう一回戻ったですね。戻りましょう。戻る、危険、怖いから。ほんでこいつが生き返ったら、こっから何するか知ってます。次ちょっと教えて、次教えて。じゃあ一回マップにしましょう。はあ、しんど、はあ、しんど。よし、よしよしよし、だいぶ今のでも成長したね。うん。ほんでこの後は、この後リサを、うん、教えてください。六角形の裏に隠す。また隠すの？まあ装備してね。ちょっと俺も見よう。2000人を超えてます。ありがとうございます。常にありがとうございます。ありがとうございます。あ、そっか、常にっていうことが大事なんか。うん。まだ ね、途中から見た方はぜひともアーカイブ。ネイルハンマー装備してないよ。俺ちょっと装備するね、じゃあ。はい。ネイルハンマーを装備するわ。装備した後どうしたらいいか教えてください。最強のーうーんダッシュネイルハンマーだー。今まだね、ネイルハンマー装備の話で盛り上がっちゃってる。ちょっとだけ時差、ちょっとだけ時差が。ネイルハンマー、ネイルハンマー、ネイルハンマー。ほんでどうしたらいいの。ライフルシビトの視界固定しとけって。狙撃手やって。狙撃手をジャック。うん、みんなほら、ネイルハンマー大好きすぎて、ちょっと、うんうん、そこに反応してしまってるんで。リサを殴りますって、絶対嘘やろ。あ、ちょっとこれはもうブロックかな。リサを殴りますって言うのブロックになっちゃうぞ。ブロックとかあんねや。ネイルハンマー。わかんないですけど。そうです。撲殺天使。素振りやるやる。テンション上がる。
スナイパーもハンマー、これそう終了条件1です。どうしたらいいの、どうしたらいい、ほんまどうしたらいい、とりあえずクリアしたいんですよ。終了条件は、うん、オンダリサと川の上流への到達なんですよ。うんうんうん。でそのまでにやらなきゃいけないことっていうのを教えて。あでもまあ一応そうですね、六角形、六角屋めっちゃ面白いな、行くとは書いてありますけど、六角形、それが京谷のキーロックを解除するためにいざとともに六角形に向かう。六角形、六角形がここやからあ、もう目の前やん、え、目の前やけど、はいはい。でそのために視界ジャックで要は多分猟銃を持ってる、なるほど、のが川方面を向いた時、向いたのを確認して、なるほど、分かった、リサと一緒に、うん、リサと一緒に行くのかな、そうだね、そうですね、それあいつ、こいつやん、でこれロックした今で、リサ来い、やりました、リサ来い、する、リサ来い、こっち見とくわ、来た、来た来た来た、どこも行かないことないよ、六角形に行く、だから六角形に行くよいいか、覚悟しろよ俺はでもネイルハンマーを持ってるから、こうやってネイルハンマーをこうやって見るな、お前は見るんだよ、おめでとうございます、頑張ってください、ありがとうございます、見ろねえ、ほんでどうしたらいい、こいつは生き返ってもさん、僕殺戦士、これ時間制限ないでしょ、おめでとうございます、時間制限ないから大丈夫、ネイルハンマーをもう手に入れた、うんで、どうしたらいい、あ、そうか、視界ジャックしてるから、こいつ今見てる、俺らを見てる、うん、ほんで川を見たときに、そう、川を見たときに、もう一回、ちょっと待って、地図を確認して、はい、そこが走って、あそこそこ、あそこだから、バー走って、こう入る、そうです、オッケーオッケー、分かった。で、うん、川を向いてるのを確認してから、六角形の裏口に移動する。裏口移動、で、死人坊は30秒程度、川の方に見張ってるんで、こいつ、今、今、倒すなら、今、宮田が段差を登る時間、うん、倒すなら、タバコ見たけど、今、違う、川方面ですね。これじゃない、あもう一人なんかあいつおる、もう一人、まあ銃じゃなければ倒してもいいですけどね、銃はちょっと距離取られるんで、うん、怖い怖い、うわっ倒しましょうやっていきましょうせんねんおるらおい、うわそうか、だから音楽技術はちょっとやられやすいんで、なるほど、だからやっぱり時間使ってるとやっぱりあってまた蘇ってくるじゃないですか、そんなアホな、だから本当は、あ、だからあいつをネイルハンマー取った後に呼び寄せて殺したほうがいいんですか、それは時間的に余裕ができるから、先に殺しちゃったらその間にネイルハンマー取ったりなんだって時間かかるじゃないですか、うん、もう一回行きましょう、このステージまで今日行きましょう、このステージがどうなるか次第、もう分かったわ、うん、お前のとりあえず一緒に病院大丈夫大丈夫、行きますよ、またこっからな、大丈夫できるできる、みんなもう大丈夫、すいません、あのちょっとその間に来いって言うとかな、多分、マジで死に覚え系ですから、そっか、リサちゃんをだからやっぱりちょっと話しといた方がいいの、じゃあ、うん、視界ジャックしてる間もあかんの、行きたいの、え、まずは受けへんやん全然、うん、もう一個一個やっていくしかないです、はい、頑張る、いくよ、はい、足今や、オッケー、これちょっと多分ね、ここ走ってもええん、多分見てへん、誰にもバレてへん、ほんでここでこうな、この時間すいません皆さん、いや、いいんです、いいんです、こういうゲームですから、そうなん、なんかもうサイレン醍醐味、これなかなか、でもこうやって覚えたわね、リサちゃん来てるかな、ここは大丈夫っていうのも分かった、うん、でここでもう一回しゃがむ、この時間をちょっともうね、楽しいですよって、全然大丈夫でしょ、タイムロスをなくすという、今までがサクサクすぎた、確かに確かにうまくいきすぎてんねん、確かにそう、今日のオンダリサもうまいこと言いましたし、で、医者来てるか、来てる、よし、で、ここで待て、はい、ね、だいぶ良くなったよ、で、でどうする、ジャックして、ジャックして、あいつを殺す前にネイルハンマー取りたいですね、殺した後にあいつに
村に隠れて呼びまえよ。そうか、あ、こっち来てるよ、こっちやろ。あの銃だと厄介だけど、銃はどうしたの。ミツランビーさん、お二人揃って配信嬉しいです、応援します、ありがとうございます。ゴミ箱どうしたらいいの。メイラこいつやろな、確か。そうです、これちょうどいるんで。あー、しんど。いや、一人じゃなくてよかった。これは一人無理やけん。あ、いないいない。あ、ほんでほんでほんで、一応ネイラハンマー取っちゃって、取っちゃうね。なんか見えていいか。いいですよ、取っちゃって。でもいいよね。で、あそこに隠れてこうしましょう。オッケー、拾った。ネイラハンマー取りました。隠れなくてもいいか。で、ほんで、隠れなくてもいいの。あいつ殺しましょう。隠れても隠れるわ。一回怖い。あいつやっちましょう、こっち。こいつにちょっとおびき寄せとくわ。はい。来いや、ほら。はい、来たんで。よしよし、いいぞ。まだネイラハンマー変えてないですもんね。だから4発ぐらい上がるかもしれないです。忘れた。で、ここで変えてみましょう。変えとこう。いいですよ、いいですよ。間違えた。セレクト押した。セレクト押した。わかる。アイテム押して。よっしゃ、最強の最強のいいですよ。ほんで、どうしたらいい。ほんで、こっから、熱い。六角形ですよね。だから、そのためには、ライフル読んどいてもいいんですけど、ライフルをまず見て、あいつが買うんですよ。ちょっと待って、ライフルを見るね。屋根上ですね。こいつのリサです。これだ。はい。はい、ほんで、あ、もうこれは見てた。見てた。今、なるほど。このタイミングな、今もこっち見てる。こっち、あ、ダメだね。あ、川のタイミングで恋でいい。じゃあ恋して、今恋しといてもいいかもしれないですね。今恋しといていい。でもあいつ近いけど、多分ここで歌えてないから大丈夫です。こい来てる。すごい分かりやすい。こいつがでも生き返ったらやばいから、あんまこいつ生き返ったらやばいわ。あ、一人で六角形って書いてある。そんなことあります。一人で六角形見るの。恋しなくていいって。恋しちゃったよ。こいつおるよ、多分。一人で行っちゃっていいんですか。おる。だから、じゃあ、みんなちょっとこっち来い。みんなこっち来い。みんなこっち来て、一緒に行ってもいい。ここでもう一回待てや。な。ほんで、こうしとこ。どう？頭良くない？で、こいつが問題ですね。ほんで、こいつが顔を見て。顔を見たら。あ、しんど。一人ずつ。あ、一人ずつ、一人ずつ行ってもミサ、ミサ、本気です。でも、怖い。もう、行こう。もうすぐやと思う、多分。六角形行くねんな。ミサいないとダメ。名前はいいんだよ、どうだって。もう、ミナって言いました？言ってないですよね。え？わからへん。恩田さんね。恩田さん。あ、ミナ、そうか、リサや。そう、その人、リサさんと。恩田さんと言いましょう。もう、双子なんで。こいつ全然川見えひん。川見えひんやん。あ、来た、見た、今や。ほんで、来い。ほんで、走れ、もう走れ。ほんで、ここやと思う、六角や。で、そうですね。うん。そっか。あ、ほんで、来たよ。いたい。マップにしましょう。一回わかんないときはマップにして。あ、しんど。マップ大丈夫かな？マップ大丈夫です。ここはストップして。あ、しんど。さあ、それで。はい。ほんで、六角が来たよ。ダメだ、まだリサですがちょっと続いてます、ね、そっか、ごめん。もうミサさんが間違えちゃうとやっぱりね、こうきつい。これもう頭すごい。ほんで隠れるをして、スナイパーを殺せ。え、裏口から今のスナイパー登ってってか、静かに登ってって向こう向いてるから。待って、してくれ。あ、でもここで待て。またしてで、ね、静かに歩いて行って、今のどこにいるの。今こっちがありました。今のすぐ後ろです。右の上です。こいつ、はい、こいつで今です。どうやって右後ろ。さっきのこっちです。ほら、あいつを後ろから。どこにおるの、あいつって。どこにおるの。あ、もうダメだ、しゃがんで。バレました。バレてます。バレ、なんで走るかな。どう、大丈夫やろ。だから、こいつだ、川向いてる時に30秒多分ずっと見てるんですか。その間静かに歩いていって、どこにいるの。今どこにいたんですか。今六角形の上にいるの。今いましたよ。あ、六角形の上にいるの。はい、だからそこを登って静かに行ってやるんです。あ、こいつのこと気にしなくていいから。あ、そうなの。よっしゃ、こいつ絶対倒す。さっきは打ち上がって
え、こういうのいけんのかな、どうなんだろう、ほんまに分かってないけど、今六角の上にいんの、俺がまだ川見んの、川を見たときにあそこの上にいるんですよ、あの上にいんの、はい、どうやって登るの、今行ったところです、今行ったところにちょうど段差みたいになってるんです、あ、そこに上に、あ、うわ、おるおるおる、はい、おるやん、おったよ、殺さなくて見るかな、どうなんだろう、いや、殺したい、殺したい、で、川を見てるとき、今、川を見た、ね、さあ、あ、川を見た、行って、水田さん、宮田さんだけゆっくり行って、走んない、はい、どうやって登るの、あれじゃないですか、そこの段差、来た、来た、来た、で、もう一回静かに来た、で、後ろからやっちゃいましょう。よし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 、素晴らしい、めっちゃ嬉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 しい、さあこれでどうしたらいい、どうしたらいいんだ、次どうしたらいいの、え、すごいやん、俺小学校の先生じゃないですか、走らない小中学校の先生みたいな、でも最後殺してるからな、俺めちゃくちゃやん、さあこっからどうしたらいいんですかね、どうしたらいいの、あっつえ、ほんでほんでスナイパー殺したよ、うん、あ、しんど、あ、しんど、ほんでリサを六角屋の中に、うん、中に一回裏口まで移動したら、リサが裏口の扉が少しだけ開いてることを発見するって言ってますよ、ほん、一回じゃあ、はい、一回行ってみましょう、降りるね、戻って、はい、降りるのどうですか、下に下げるだけ、ほんで、リサはどこ行った、いるんで、おい、ほんで六角屋の中に、中に入れる、裏口、そこから、あ、開いてる、体が小さければ中から抜け、あ、で、リサを入れるんじゃないですか、うん、三角ですか、隠れろ、いい、隠れろじゃない、もうちょっと、来たら入れじゃないですか、ほんで、入れたら、あ、なんかぜ、あ、開いてる、ほんとだ、俺先に見つけたけどね。入れ。入れ。私が入るんです。大丈夫だから。お。それで？入った。どうした？え？ああ。え？さっき言った京屋のなんちゃらってやつ。スタイル京屋。あ。今度どうしたらいいの？これ必要だったのか？今度で。どうしたら？ちょっと待ってください。はい。マップ。マップ。どうしたら？走った走った、それやんなくてもいいね、やっちゃった、やな、やっぱりね、これがいいね、あれですね、やろやろ、うん、多分それで表の玄関が開きますだけど、こっから出てこないのかな、結局今倒したから、うん、あと川の方に逃げれば勝ちじゃん、終わり、勝ちって、結局勝ちなんじゃないですか、これは、じゃあもう左行って左行けばいいじゃん、どうなんですか皆さん、どうですか、表に回った方がいいの、敵よりね、いよいよ川の方へ、どうなんですか、そのまま川へ恋をする、今 SDK のためにあったらしい、玄関前で恋やで、玄関前に戻るのか、回って恋をしてそのまま川へ、ん、どういうこと、多分今裏側にいるじゃないですか、うん、だから戻って玄関の方まで行って開けて、うん、恋をしてそのまま川に行くってことです、なるほどなるほどなるほど、今入ったから出てこないんですかね、こっから、ね、なるほど、じゃあこっち行っといて、仕事大丈夫、え？え？表出なあかんの？っていうことですよ、だから。今大丈夫ですか？行っていい？お前行っていい？ちょっと待って。ちょっともう、もう怖いわ。だってこんなんで死にたくない。でも、わかります。だからそうなるんですよ。死にたくない。だからこのね、ストップ時間がすごい増えるんですけど。死にたくないよ。でも表口に迎えに行きましょうってやっぱ書いてますね。え？え？今のところからあいつ出てこられへんの？入ったね、入ったのに。入ったんやったら出てこれるやん。猫と一緒か。入ったけど、どうやって戻るんだみたいな。恋、これ恋で無理かな？恋で無理かな？恋で無理かな？ちょっとお前、怖い。そこで恋やってみてください。ダメだ。恋がない。じゃあやっぱり回るじゃん。でもさっき恋があったよ。来た来た、なんだよ、出てこれたじゃん。ほんならどうしたらいい？あと川抜けるやつ。だから。あいつすごいな。左行って、左行くわけです。そうか。まだあれ死んでますもんね。ほんなら、病状。なんか一歩押しても、で、病状は死んでるから。銃のやつだけ見ますか、こいつだけ。あ、今そこにいるから、今のやつ。違います。
10が今回転する。あれ10が。あれこいつですね。で今違う方向見てるからいけるんじゃない。いける？で、来いや。あ、じゃあもういいんか。来いやからいいんか。逆です。逆、はい。で、ほんで、行くよ。一緒に行くよ。行くよ。ほんで、ごめん、ちょっと待って。ゆっくりゆっくり左に。今見てるんじゃん。大丈夫です。ゴミ箱の方に。ちょっと待って、じゃあ、あ、左行けばいいんか。そう、出て左行って左行く。すぐ左。行くよ。行くよ。そこです。こう。そうそうそう。来てます？来てる？来てる？来てるかな？来てる！来てる！来てる！やった！行くで！歴史的瞬間。あ、怖い。頼む。頼む。走れ。よし！素晴らしい。アクリル板やったよ。素晴らしい。やったやん。達成したやん。今日だけでいくつ達成しました。すごいですね。あのちょっと謎の一箇所だけねありましたけど。ああ、ベールのやつ。はい。後ほどアーカイブでもね見ていただきたいですけど、ベールは本当にベールに包まれたまま謎のベールになんと何やったんやろあれ、びっくりしたか分かりませんが、やった素晴らしいです。コメント見ましょう。ありがとうございます。やりました。あけいけさんおめでとう、ありがとうございます。ということはどうしたらいいの。やった、いやー、よかった、超えた、すごかった。結構は手こずったかどうかっていうのはあれですけど、でもこれがサイレンって感じしましたしね。めっちゃ嬉しいね、うん、これ嬉しいんですよ。めっちゃ嬉しいやん、これ。でも待って、あの8月までにこれクリアするつもり。そうです。無理やできるかこんなもん、こんな難しいゲーム。いや誰が、いやどうにか、そこはどうにか、はい、作った人ちょおかしいねこれ。いや本当に作った人に文句言いながら僕もやってるんですけど、いつもね。すごいなこれ、ちょっと待って、ごめん、ほんまに、ほんまはめちゃここでこのタイミングで喋りたいんだけど、はい、おしっこしたいわ。どうぞ。ま、お緊張で。安心したんでね。わかりますわかります。もう耐えられへん。ぜひぜひ言ってください。すいません。はい。じゃあ僕はその間コメントを皆さんのね。椿もちまるさん、皆さん探し5回目でおめでとう。5回目だったんだ。ありがとうございます。そう、作った方はね、某ね、富山さんって方ですけども。見てくれてるかな、富山さん。いやー、なんかあれですね、今まで 1,2,3 回と一人でやってきましたけども、やっぱりこうやってね、水田さんっていう仲間がね、来てくれて一緒にやるのはまた楽しいですね。たまにはこういう形でね、まあ、このアクリル板とかがね、ありますんで、まあ、気をつけながら、こうやってね、これからもゲストの方を呼んだりとか、いろんな方法でね、前に進めていけたらいいなと思います。はい。そして皆さんのね、コメント、やっぱこうやってね、ね、コメント頼りでさっきも僕行けたとこありましたから、本当にあの皆さんのおかげです。ありがとうございます。いやー、なんだかんだね、ここまで来ましたけども、何時間ですか。あー、もう3時間弱。いや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 、素晴らしかった。改めてありがとうございました。すごいなこれ、ちょっと、ね、ちょっとキリがいいんで一応セーブしときましょう、ここで一応、ね、そっかそっか、せ、ね、ね、はい。いやー、すごい。あ、2000人まだ超えておりますね。ありがとうございます、本当に。いや、すごい、嬉しい。あ、なんか、どうした？デモ品が。あ、デモ見たい、デモ見たい。あ、音。あります。見えたい。どうなってるんだ。お姉ちゃん。怖っ。27年前の日付のカルテがアーカイブに追加されました。27年ぶりですね。本当ですね。本当ですね。やないね。いや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 。アーカイブね、アーカイブだよ。カルテ見れるのかな。すごい。これなんなん。セーブしますね。17年前のやつが。こうやって今楽しんで、令和2年に楽しんでるって不思議ですね。不思議やね、ほんまに面白いね。ちょっとね、まあここまでやって今日は何ステージ進んだかちょっと確認させてください。え、もう終わりなん。いや、いい、ちょうどキリいいんじゃないですか。そっか、もうこれ以上やったらもうあれか。まあもともと思ってたより1個進んでますからね。ん、なんなら、そうなん、はい。あ、ほんま、
で、今日宮田の初日3時でしょ、うん、で、オンダリサ、うん、マキの宮田の初日7時、4つ行きましたから。めっちゃやってるやん。マキの宮田、そして、おやつ、次回は、これまた来たぜ。何何何、志村さんです。あーっと来た。ここは私、ちょっともう、猟銃使いの。うまいよね。すごい、ほんまに。奇跡的ですけど、あれすごい好きなんですよ。あ、そうね。ちょっとこれ次の志村さん、ちょっと頑張ろう。ちょっと触りだけやってみる？嫌です。やめとくか。いや、こういうゲーム配信って、うん、中途半端にやって止めたら一番つまらんじゃないですか。そうなんや。だから一緒に楽しんだから次は。わかった。ここから。見る。いつやるの次？まだ決まってへんのか。まだちょっとそうです。まあでも来週やります。あ、ほんまに？はい、やる予定であります。OK、見るわ、絶対。ゴルゴ、須田出しますよ。やったね。ちょっとコメント、すごい。ね、どう？楽しんでもらったかな？ね、どうですか？すいません。最初ちょっとバタバタさせて、ね、しまいましたけども。ちょっと吉村双子の呪いが。呪いが、いや、怖いな。まさかの、もうね、そんなことがあるんかっていうことが起きましたけども、ね、いやー結構来たね結局。そうですね、俺ほんまほら大活躍って来てるわ。いや、ありがとうございます。楽しかったよっていうね、面白かったよって方ぜひとも、ぜひいいね、そしてチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。コメントよろしくお願いします。もう急にブワー上がってきてるから、サイレンクラスターが。いや本当です、だって夏に向かってね、やっぱり楽しみじゃないですか。いいやん、みんなで盛り上がっていきましょう。はい、ぜひともポチッといいね、そしてチャンネル登録またでって方はお願いします。お願いします。コメントもね励みになりますんで、よろしくお願いします。よろしく。全部見てます。そして三沢さんも、はい、なんと、YouTube チャンネル自分でやられてる。 ありがとうございます。チャンネルなんていうチャンネルになってるんですか。いいんですか。はい、もちろん。三沢信明の三沢のくせにというのをやってますんで、あ、こいつおもろいおっさんやなと、うん、あ、おもんないおっさんやなと思う方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひとも呼んでいただいて、またぜひちょっと来てじゃないか来させて。 いいですか、呼んでください。めっちゃ楽しい。でも面白いですよね、サイレン。めっちゃおもろい。僕は初めてちゃんとこうやってやってますけど、うん、やっぱり、あ、楽しさがちょっと分かってきました。17年経ってもこんだけ盛り上がってる意味が分かるね、うん、そうですね。おー、これはすごい。そうなんですよ。やっぱドラクエとかさ、なんかいろいろあるよ、うん、その他にもファイナルファンタジーとかね、ある中でサイレンというのがずっと続いてるというのが意味が分かりました、うん、そうですね、うん、まあ、なので、まあ、三沢さんだけではなく、まあ、このね、うん、こいつがあるんで、あの、いろんなゲストの方とかね、もし可能だったら呼びたいですし、うん、まあ、もちろん僕一人でも推し進めてですね、うん、8月5日の、はい、までに、ジェノサイドエンドまずはクリア目指したい。見ます、全部。ということで。はい、それまで。はい。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご協力お願いします。夏、盛り上げていきましょう。はい。そして皆様、本日も本当にありがとうございました。ちょっとね、長い時間になりましたけども、ね、またアーカイブなどでね、また確認してチェックしていただけたら、楽しんでいただけたらと思います。ということで、以上、サイレン、1、主人公、須田恭役の篠田光義と、成功を祈り申し上げます。宮田史郎、牧野契約、水田のおかげでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひともお会いしましょう。また見てください。応援してください。サイレン、盛り上げていきましょう。はーい。